こんばんは、三四郎の間修司です。こんばんは、小宮浩信です。2020年5月29日金曜日、この時間は我々三四郎がお送りしてまいります。はい。緊急事態宣言がね、全面解除されまして。はいはいはい。ね、お笑い業界は今、どんな感じ？ライブとかまだね、うん、やってないよね。そうだと思った。まあ、吉本さんは、まあ、来月からなんか、あの、劇場。はいはいはい。やるらしいよ。あ、再開？そうそう、アクリル板を立てて、その真ん中に。ああ、いろいろ真ん中にね。はいはいはい。そうそうそう。アクリル板、確かにな、うん、必要だもんね、うん。うん。アクリル板に隔てて。人つくときどうすればいいんだろう、ね、大変だよね、でも。まあだからその接触ができないよね。まあそうだな、うん、そうだね。まあ、大事だからな、それは。確かにね。うん、どつき漫才の人とかね、うん。プラスマイナスさんとか大変そうだな。ああ、そうだな、確かに、うん。大変そうだけど。まあいろいろね、でも工夫するんじゃない？やっぱその実力者だから。ああ、そうかそうか。うん。そうだね、営業とかはもうね、そもそもお客さん入れちゃダメだし、再開はされないよね、まだ。そうまだね、見通しが立ってないっていうか。まあ席のライブもどうなってるかわかんないね。ライラックブルー。ライラックブルーね。ライラックブルー。そうですね。ライラックブルーって知ってる人どんだけいいの？そうそうそう。ライラックブルーっていうのは、一応、上から2番目？上から2番目だね。うんうん、ピラミッドの。一番上が、エクストラシルバー。エクストラシルバー。そうそうそう。はいはいはい、僕らがエクストラシルバーだからね、うん。エクストラシルバーね。そうそう。はいはい、そうね。ライラックブルーが、次で、で、その後が、フライングピンク、うん。そう。フライングピンク、ライジングオレンジでしょ。あ、ライジングオレンジ。ライジングオレンジ。ああ、ライジングレンジあったじゃないんだよ。いやいや、方程式がわからないからさ、そうね、そ思い出しづらいんだよ、これ。なんでオレンジが3番なのか、ブルーより弱いのかって。そう。いや、そうだ。うっちゃんなんちゃんさんがエキストラシルバーでね。エキストラシルバーじゃないですよ。うんなんさんは。うん。出てない。違うの？だって一番上だよ。いや、一番上なんだけど、いや、そのでライブ出てないからも。出てない？バーガンディレッドってこと？それ一番。バーガンディレッドはまあ、ね、あんま言っちゃいけないけど、首寸前のライブだよ。首寸前の人の。あるんですよ、バーガンディレッドが。集客50人以下だったら速攻首なんだろう、うん、次の月ライブできなくて首なんで。ソロライブだったらできるかもしれないよね。ソーシャルディスタンスを守って。うん、そうだな、ね。新宿風だからな。オリーブゴールドから始まったからね、僕オリーブゴールド。バーガンディレッドは、ね、僕らが入った時には、うん、なかったんだよね。なかったです。オリーブゴールドが、うん、そのオーディションライブ。うんうんうん、で、下から2番目なんだよね。ゴールドなのに。シルバーが一番なのに。シルバー難しいんだよな。これ、ま、全くわかんないよ、方程式がな。うんうん、そう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 。金の卵を発掘するライブだから、うん、はいはい。オリーブゴールドにしたんだよね。そうそうそう。オーディションライブをね。うん、そうそうそう。一番上だと思うじゃん。ゴールドだからね。うん、そうそうそう。うん、そうだよな。ゴールドの次がシルバーだと思うもんね。うん、逆なんですね。シルバーが一番上なんです。あ、一番最後にできたからね。エキストラシルバーっていう。そうだね、うん。時系列がね。そうなんだよな。そうなんですよ。グラジオラスレッドもありましたよね。そんなのあんの？グラジオラスレッドってあったじゃん。前にさ、なんか企画中心のさ、ライブあったじゃん。パーティーパープルじゃないの？パーティーパープルじゃないよ。いやいや、パーティーパープル。パーティーパープル。みんな疑ってるけれども、うん、パーティーパープルってのはあります。これピラミッドとはちょっと違う企画のライブなんで。そうそうそう。企画のみ。ネタをやんないっていうパーティーパープル。パーティーパープルもあった。そうそう。パーティーパープルのちょっと前かな。グラジオラスレッドありましたよ。そうそう。誰が考えてんだよ。これまた人が集まんなければ、うん、そう、ね。ライブができるっていうことで、皮肉なもんだよね。うん、バーガンディレッドと真逆。だバーガンディレッドは集客しなきゃ。いや、そうだよな。ライブができない。いや、そうだよ。難しい。よくできてるな。確かにな。集客しなかったらライブができるんだけど、うん、集客しないとライブができない。そうそうそう。難しいな。いや、そうだよな。でも早く始まってほしいよね。ねえ。テレビの収録とかも。もうリモートが多いよね。精神高校とかもリモートだし。大勢のやつはあんまりできないよね。そうだな。確かに。だから、客入れとかもね、禁止だし。ああ、そうそう。そうか。観客が。そう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 。無観客、ね。無観客だよね。ともしげとか大丈夫？いきなり何？ともしげ？いや、モグライダーでしょ？ともしげ。モグライダーのともしげね、僕らと同期の。うん、マセキ芸能者
に入ったのもね、一緒なぐらいで、うん、その前から、その養成所時代から JCA っていう、その人力車の養成所時代から同期なんだよね。じゃあね。そうそうそう。その、ともしげ、モグライダーのともしげ知らないから。まあ、バーガンディレッドっていうことだけは覚えてくれ。バーガンディレッドだっけ？え？バーガンディレッドだっけ？すいません。バーガンディレッドです。ちょっと。バーガンディレッドなんだ。うん、今ちょっと振るわないってことで、チャンスをことごとく、そのものにしなかったってことで、バーガンディレッドです。芝はね、ともしげの相方の芝はイケメンなのに。そうそう、イケメンでシュッとしてんだよね。バーガンディレッド？コンビで。ともしげだけじゃなくて？そうそうそう。それもちょっと失礼でみんなと。コンビでバーガンディレッドって。確かにともしげがいる前に、かなんかで、なんかその、聞いたんだけれども、うん、そのともしげから聞いたんだよね。俺がいる前で、なんかその、芝くんに対して後輩が、ともしげさんさえいなければ売れてたんですけどね、芝さんって。かわいすぎる。それはひどいな。それはひどいよな。ともちゃんがいるからこそのモグライダーで、デコボコでね。ともしげはちょっと顔がめちゃくちゃでかくて、うん、その、まあちょっと、小太りな感じでね。それで芝くんはすごい痩せてる、ね、ガリガリな感じの漫才。だから僕らとずっと一緒にね、やってて。うん、まあちょっと、バカですよね。ともしげは。そうそうそう。ともしげはでもな、CM ちょっと前出てたもんね。あの異常者が、あの異常者が出るのおかしいよ、まあ、あれやばいから、ともしげって。ともしげが、おバカなんだよ。分身して5体ぐらいになってさ、うんうん、その全員ともしげがラーメン食ってるっていう。そう、タンクトップでね。タンクトップで。まあ、坊主なんだよね。それなんかちょっと、そう、まあ、都会の人っぽくない感じ。の方のオーディションがあって、まあ、それで選ばれてって。そうそうそう。あ、そうなんだ。そう、ネルソンズのやつとかもなんかちょっとオーディション。ネルソンズの、和田まんじゅう。ああ、和田ね。だまあ、そういうようなカテゴリーの人が集められてって。ああ、和田くんとかも入ってて、うん、ああ、そうなんだ。それ、ちょっとラーメン食べてみてって言われて。ラーメン食べただけなんだよね。あれ絶対ドッキリだよ、みたいな。終わった後言ってたけれども、まさかの普通にバンバン流れてるから、ね。ドッキリだと思うよ、ね。すごいじゃん。ラーメンを10杯ぐらい食べただけなの。ああ。うん、芝はイグジットになれるもんね。イグジットになれるね。なれるよね。芝くんは、まあそうだな。うん、顔イケメンだし。イケメンだけど。まあだ本当にね、ともしげは、でもそのバカで、うん、群を抜いたバカだからさ。ただその、ライブとかでめちゃくちゃ大受けでね、それに帰ってきたりして、うん、それでまあよかったじゃん、みたいな感じ。うん、言ったらそのともしげ泣き出して、どうしたのって、そんな感極まって泣いてるのとか聞いたら、いやいや、芝くんが、おめえ何もできねえなって最後言ったんだよ、とか。いやいや、あれツッコミだから。いやいや。いや、だって、あれ、ガチだよ。あのトーンガチだよ。いやいや、大丈夫、大丈夫、ともちゃん。あれ、絶対、そんな、いや、ガチで言ってたら、ね、もうコンビも組まないし、とか、ずっと、引きずって。そう、1時間ぐらい、ずっと。引きずっても全然もう、傷つきやすいね。ないんだから、ね。傷つきやすいし、もうへそ曲がれちゃって。いや、すごいな。そう、結構前だ、カラオケのバイト、やってたね。今はね、入れないらしい、だから、そんで、ね。ああ、今ね、ちょっとね、密になっちゃうからね。そうそう、カラオケのバイトもでも首に、なりかけてて前。え？結構偉いとこまで行ったのにね。そうそう。ともちゃんね。なんでみたいな。じゃなんかまあ疲れてたみたいに言ってたんだけど、疲れてて、なんかその、まあプランがこうなっております。カラオケボックスの中でさ、はいはいはい、メニュー表みたいな。ある、ね。プランがこのプランとこのプランとみたいな。普通にまあ手をかざして、うん、なんかプランをこうやって刺すじゃん。うんうん、そのなんかお客さんが使ってるそのマドラーで刺しちゃった。嘘みたいな。いやでも疲れてたんだって。いやいや、マドラーで刺しちゃってっていうのがあって、ああ、もう疲れてたからしょうがない。まあでもそういうのはもう全然日常さない。そうか、毎日ね、夜勤とかやってたからね。うん、やっぱ疲れちゃうか、そうや。バーガンディレッドですよ、バイトも。バイトもバーガンディ。4年ぐらい前の合コン行ったんですけれども、うん、合コン、じゃあ気合い入れてきてって、うん、気合い入れてきたんですけど、スタジャンなの、見たこともないよ。うんうん、スーパードライのスタジャン来て。これ何これ、トムちゃんこれ何とか、いや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 、まあ、いや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 、まあまあまあとか言って、絶対一軍ってことだよね、合コンだもん。でも調べたらあったんです、スーパードライ、スーパードライ飲むものだよって、うん、まとうものじゃないよトムちゃんって。だからなんかスーパードライ、まあボスジャンとか聞いたことあるけど、はいはいはい、応募して当たるタイプのやつかな、いやわかんないけどスーパードライのスタジオ来てて、ええー、と思って、赤と黒かな、うん、いやいや、赤い文字でスーパードライって背中に書いて。何これと。シルバー。そう、シルバー。
スーパードライだもんね。うん。シルバーって、エキストラシルバーじゃないね。そあ、そうか。レッドだったね。バーガンディレッド。バーガンディレッド。わかんない。レッドの文字でスーパードライ。検索してみたらありました。さ、うん、スタジャン、スタジャンで。どこで売ってんの？いや、まあ、買ったって言ってたね。なんか応募してとか、ボスジャンみたいな感じじゃなくて、買ったみたいに。うん、ああ、古着屋で買ったのかな。そうそうそう。いやー、面白い。おばかだからな、クレイジーボーイですね。クレイジーボーイ。クレイジーボーイ。まあ確かにね。クレイジーボーイであるよね。クレイジーボーイよ。うん。エリーさんエリーさんね。そうなるけど。クレイジーボーイだけ、マセキの。マセキのエリーさん。マセキのエリーさん。LDH の、ね、クレイジーボーイはエリーさんなわけじゃない。うん。ねえ、マセキのクレイジーボーイは、そうだな。面白いですよ。一緒にしないであげてや、そこは。うん、J1 がね、サッカーね。はい、J1 が、7月4日再開だってね。J1 ね。うん、まあそうだね。僕らもサッカー、ドンピシャだもんね。1993年だもんね。ね、あの、サッカーが、ね。開幕ね。開幕で。そうそうそう。もうだって最初から見てるもんね。世代的にはリトバルスキー。まあ、ジーコ。リティ。リトバルスキー。リティとパベル。そう、パベル。ハイタッチ。あと、そうだね、フィルーゲルスとかね、エドゥとか、ね、うん、はいはい、いるね。あとストイコビッチね。ああ、ピクシーの。ストイコビッチの、あの、雨の中の。雨の中のも、うん、着目すべきところはそこなんですけれども、うん、そこもあるけど、うん、監督になってからもね。ああ、監督になって外に、まあなんかその、あの動画でよくあるけれども、うん、なんかその、ストイコビッチ監督のチーム、名古屋グランパスかな、うん、負けてたんだね、うん。負けててイライラしてたのかもしれないけど、うん、まあシュート外しまくってて選手が。うんうん、それで、まあ、まあその流れでなんかそのボールが外に出てきて、うん、それでなんかそのストイコビッチが怒って、うん、結構遠目だよ。50メートル先ぐらいから、うん、もう革靴で、うん、そのあの、外に出たボールを蹴って、うんうん、ゴールに入れたんだよ。いやいや、そう、あの、その、衝撃的な、そうそう、こうやってやんで、シュートはっていうことを、なんか、見せた。なるほどね、選手にね。そうそうそう。そう、お分かりの通りね、私は日本一のサッカー通なのです。そうなんですか？そうです。そうなんですか？それぐらい。それ知らなかったでしょ？知らなかったな。ストイコビッチ監督の。もう知らなかった、うん。俺は雨の中のリフティングでね。あ、それ選手時代でしょ。ね、3人、4人ぐらいでね、打、うん、っちゃうやつ。わ、はいはい、かるわかる、それはね。わ、うん、かるよ。早いなぁ。見切り早いなぁ。いや、それわかる。いや、楽しく話させてよ。うん。いや、俺もなんか楽しく話したかったのに、なんか、うん、それわかるわかる。うん。早いんだよなぁ。アルシンドになっちゃうよね。知ってる？いやいや、それ浅いよ、それ。浅いよ、知識として。アルシンドになっちゃうよ。アルシンドになっちゃうよ。抜けゲーでしょ。そう、抜けゲーで。でも、ジーコとアルシンドでの、黄金コンビで、はいはいはい、カシマアントラーズね。はいはいはい、そう、ビスマルクとね。はい、ビスマルクと。はいはいはい、ビスマルクポーズね、あったね。うん、そうだね。そうそう。ね、あるよね、いろいろ。うんうん、カレー食ったら ラモスね。J リーグカレー。J リーグカレー。マサオ J リーグカレーよ。うん、美味しい。美味しい。その、マサオっていう中学生ぐらいのね。中学生かな、はいはい。男の子がどん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 、大きくなって体が大きくなって、うん、そうラモス・ルイに最終的になって、おかわりっていうの、ね。おかわりね。そう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 。スニッカーズの走りですよね。そうそうそう。その違う人物になるっていうね。そうそうそう。そうそうそう。マジでそうだ、ね。違う人物になるで言ったら、まあ、ともしげの CM もそうだからね。そう、ラーメン食ったらゴリラになる。あ、そうそう。結局。その走りだ。そうだ、そうだ、そうだ。そうだ。その走り以外はそうだね。そうそうそう。J リーグカレーだ。うん。あ、そうだよなぁ。いや、サッカーは見てんだけど、スポーツ他何見てる？他にはあんま見てないな。サッカー2っていうのはあるけれども。ね、サッカー2であるんですけれども、やっぱそればっかりですね。サッカー2ってのは気になるんだよな、うん、そのなんかストイコビッチのその50メートル先の監督の時のさ、そのシュートしか出てきてない。いや、だから他には出てるでしょ。そのラモス、カレー食ったらとか。いや、それも浅い、ね。北沢剛ね。体力めちゃくちゃある、ね。うん、そう。すごい。うん、北沢剛。北沢さんね。ダイナモね。そう。あと、北沢さんヘディングしすぎて、シナプス割と減ってるっていうね。あるよね。はい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 、あるある。あれ、それ、あれちょっと遅かったな。あるある。らしいよ。うん、ああ。そうなんだ、ね。あとだからあんま見てないから、モータースポーツとかさ。モータースポーツね。モータースポーツは、見てないな。なんかさ、あれじゃん。他のスポーツがね、バレーとかさ、うん、やバスケとかさ、うん、野球とかさ、うん、なんか、他にね、まあ、学生時代とかさ、やってる人とかもいるじゃん。経験者がいて、はい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 。もうね、空いてるスペースないけどさ、うん、モータースポーツとかさ、見てたらさ、もしかしたら仕事来るかもしれないよね。グランドホッケー諦めたのもう。グランドホッケー
グランドホッケーは、諦めてないよ、まあ、まあそうだね。中岡さんいるからな。そうなんだよ。やっぱ強いってな。中岡さんいる。中岡さんうまいからな。うん、まあ確かにモータースポーツ、ね、チュートリアルの福田さんぐらいか。そうでしょ。ことだよね。福田さんぐらいしかいないから。うん、ああ。ウォータースポーツってどういうスポーツっていうか、枠的には何なの ?F1 とか。そう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 。幅広いよね。うん、そう。F1 とかだから、元バイク、うん、とか。うん。元 GP って何元 GP ってわかんない。何元 GP って知らないけど。うん、元 GP、なんかちょっとよくわかんないんだよな、うん、なんか、いろいろね、知ってる単語、どういう感じ知ってる単語じゃん。うん、うん。元 GP って言ったらみんなさ。はいはいはい。あーみたいな。なんとなくわかるけどさ。でも概要がわかんないな。どういう感じ？そうそうそう、そうなんだよ。うん、あと、なんだっけ。パリ高？あー。もう聞いたことあるけど、もうがっつり。そう、単語は知ってる。がっつりはわかんない。単語は知ってるけど、わかんないじゃん。うん。ルマンね。ルマンは聞いたことある、もちろん。うん、あと、何？世界ラリー。ああ、世界ラリーね。まあ、聞いたことあるけれどぐらいだよね。世界ラリーは、何回かやっぱやるんだよね。うん、世界だからね、うん。何回かは知らねえけど、うん。何カ国かだからやるんだよね。はいはいはい。なんとかシリーズみたいな。ああ。多分やるんだよ、ね。確かみんな知らないだろうね、これ。知らないよね。いい枠じゃないそうだよ。だから、今のところ中途の福田さんと、中尾明義さんしかいないから。中尾明義さんもそうだね。芸人さんじゃないけど。そう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 。あまあ得意だからね、その。F1 の車となんか普通の車のレースあるよね。あるあ、そうなの ?F1 みたいな、そのさ、なんていうの縦長、うんうん、の車と、普通のなんか車、うん。世界ラリーとかはさ、格闘普通の車じゃん。かっこいいじゃん。F1 はね、細長い車じゃん。うんうんうん、もうなんか速さ重視。はいはいはい。みたいな。それで勝つのハンデとかもあるのいやいやいや、共存はしない。共存しない。共存しない。普通の車だったら全員普通の車。なるほどね。まあ、普通の車でもねえんだけど。ああ、でも一種格闘技的にね、一緒に走ってだから最高時速は、細長車が、やっぱ強いんじゃない、うん、あまあそうでしょうね。それ用だからね。イニリーはイニリイニリイニシャル D。あ、イニシャル D だ。イニリって言うの。エニディは普通の車か。うん、峠は攻めるけれども、普通の車でしょ。やんちゃな人が、ね、あれは。ラリーラリー、うん、ラリーが普通の車ああ、そうなんだ。F1? そうか。どうなんだ世界ラリーだって普通の車だもんね。うん。うん。うん、あと、わかんねえな。ラリーって、ラリーラリー。うん、街の中とか走るよな。ああ、街の中のやつね、かっこいいよね。いいよね。街の中のやつはかっこいい。確かに。街の中のやついいよな。あれかっこいいよ。だから、パリ高、うん、は街の中だよね。あ、そうなの？え、違う？パリ高は街の中も走る。街の中も走る。街の、えパリ引くは？パリ引く。高の反対。パリ引く。株価とかそういうのじゃない円安。パリ引く。ドル高とかじゃないから。パリ引く。パリ高、パリ引く。パリ引く。パリ引くは、何普通の車うん、普通の車じゃない普通の車か。車でも。ただ車高が低い車なのかな、ね、パリ引くがF1 かな？うん、そうかな。パリ引く、低いから。パリ引くが F1 低いから。そうだな。パリ引くが、だから、そうだから。普通、違う。パリ引くが F1 で、うん、パリ高が普通の車だ。ああ、パリ高っていうのは、それが高い。もう、低から見ての高いじゃん。高いもんね、だってね。まあ、高いのが標準でしょだって普通に。うん、だから。トラックとかはだって高い。めちゃめちゃ高いじゃん。うん、やばいよな。うん。めちゃめちゃ高いわけで、パリ引くから見たら高いだけで、別に標準が、これ俺ら標準なんだけどなって話だよね。普通のからしたら、おめえが低いだけじゃん。八体は八体。八体鈴鹿八体。八体はパリ高パリ高か分かんないな。八体はパリ高、まあ、どういう、八体はパリ引く文章パリ引くいや、その、だから F1、パリ長ではあるけどね、その F1。パリ長パリ引く、パリ長でしょ
それが F1 の車ってことでしょ。長いもんね。うん、そうだな。あ、バリカタは？バリカタ。博多ラーメンだよね。博多豚骨ラーメンだよね、それは。針金もあるし。針金。ルマンバリカタ。バリカタ？ルマンバリカタ。バリナガ。うん。一風堂プレゼンツ。一風堂。その中だったら、まあ、粉落としが多くはいいですね。粉落としもありますよね。粉落としとか。そうだな。バリタカ。じゃあこれ、やりたいよ、うん。これぐらいわかんないんだよ。うん。まあ、いいんじゃない？じゃあ、いいわ。ニッチな。ちょっと見てみようかな。ニッチなゾーンで。うん、ね、ニッチって言っても、まあ、かなり外国とかでは有名だもんね。そうそうそう。そうなんだよ。そう。だから、そう。もう、だから、なんだろうな。e スポーツとかも人気じゃん。そうだね。e スポーツ。海外とか人気だけどさ、はいはいはい、日本ではもうちょっと火ついてるけど、まだじゃん。うんうんうん、海外とかだったら、大画面とかでさ、エボとかさ、大きな大会やってんのよ。億単位の、あの、商品で、賞金で。はいはいはい、はい。もうすごいからさ、うん、なんかこういうのやってみたらもしかしたらいいかもね。まあ確かにな。e スポーツとかだったら、ウィーレとかもあるもんね。e スポーツそのゲーム的にも盛り上がるかな、うん、その、そういうところでってことでしょ。ん？ゲーム的なやつも、じゃあその、みんな外国人の人、ウォーみたいになるってこと？いや、そうだよ。そのスポーツバーみたいなところで。そう。まあ、それはもうスポーツってこと。スポーツでってこと。スポーツとして。まあ、格闘技とかも、まあ、そうか。スポーツとしても見てるから。もう e スポーツだから、まあ、そうか。そうだよ。ストリートファイターとかも、まあ、そうか。だって、まあ、お酒飲みながら。みたいなね。うん。になるかもしんないみたいな。種目になるかもしんないお酒飲みながらね。お酒飲みながら。うん。懺悔深かったっつって。そう、梅原とかね。やっぱすごい。梅原はそのままもうめちゃくちゃ目が疲れるから、半目でずっと、あの、やるらしいからね。e スポーツ、ゲーマー。ずっと半目の状態で過ごしてる。半目でやんだ。いや、目がずっとやってると疲れちゃうから、半目でずっとやってんの。ブルーライト的なこと。そう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 。うん。俺もラジオ半目でやってるし。はい。そうそうそう。関係ないと思うけど。うん。半目でやってるから。何に対して目が疲れるの？うん。ありとあらゆるものがね、そう。うん。半目でやってる。そうそう、バリハンで。大丈夫。バリハン？パリハンで。まあ、バリハンでもいいです。パリハンですか？うん、パリハンでも、バリハンでも。もう、この、まあまあ別に。バとパの中間で発音してない。どっちがいいかなと思って。どっちなんですか？そうそうそう。わかんないです。そこはもう、どっちもかかってないからな、一応。ハンはかかってるけれども。うん。ブルーインパルス見た？ハプルインパスね。っていうか。ああ、見た見た。うん。え、見た？いや、そのニュースで見たんだよ。あ、ニュースでね。ニュースで見た。いや、それはニュースでは俺も見たよ。うん。まあ、実際には見てない。だよね。うん。あれ、いつ行った？事前告知あった？事前告知はないよ。事前告知してくんないと。事前告知はないからな。事前告知ね、ちょっとしてくんないと、うん、俺見忘れちゃったよ。まあ、確かにな。見忘れたっていうか、別にさ、うん、周期的にあるもんじゃないもんな。マジで。いや、だから、そう言ってくれれば。そう、見落としたってことでしょ。もうそう。もう最悪だよ、あれ。うん。だからもうなんか、SNS でさ、みんながめっちゃめちゃ騒いでたじゃん。うん。騒いでたから、30分後ぐらいに行ったけど、真っ青だったね、空。うん。何、雲一つない。そうだな。あの、飛行機雲見に行ったのにさ、うん、雲一つない、快晴だったよ。確かにな。あ、見たかったなぁ。うん。俺な、いつ行ったんだよ。告知用でしょ。告知、うん。頻繁にしてくれよな。ああ、そうだな。飛びます、みたいな。まあでも頻繁にまでやったらでもプレミア感なくなるしね。まあね、うん、ツイートしてくれよ。うん。どこがツイートするのか知らねえけど。むちゃくちゃかっこいいもんね。あの、航空自衛隊のね、うん、ブルーインパルス6機、うん、が、あの、医師とか看護師さんとかね、医療関係者の方にその感謝の気持ちを示すためにね、白いスモーク出しながら東京都心を飛行したんだよね。うん、あれかっこよかった。そう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 。そうそうそう。生で見たかった。生で確かに見たかったな。なあ。うん。煙出して。煙出して。なんか結構煙出てるけれど、出てないやつもあったよね。うん、なんか後ろの方とか。あれでしょ？出てない、なんていうの？ちょっと遅れ取った一機でしょ？うん。あったね。うん。あれ何なの？あれは。あれはちょっとわかんないけど、何のためかわかんないけど、撮影用とかなんじゃない？撮影用？うん。そうか。ミスったかな？ミスったんじゃない？ミスった。うん。
出せなかったんじゃない、煙出てない、やべやべって焦ってんじゃない、そう飛び立ってから、そうそう飛び立ってからその中で焦ってるでしょ、やべやべやべってやべやべってあ、うん、焦ったから、そうそう、無線で、うんうん、無線で、あ、すいませんすいません、ちょっと僕出ないんですけど、ちょ煙で、はもう飛んでるしこっち先輩、いや合わせて、いやいや、じゃあ出せよ、いや、なんか、え、どこのボタン押せばいいんですか、ボタンはまあまあお前習っただろ、このボタンで行けって言っただろお前、ブルーインパルスの先輩から、うん、いや、ああごめんなさい初めてなんで、いや、それ言った俺らだって初めてだよ、それは初めてなんかみんな初めてだけれどもそこ整えてちゃんとやってんだから何かしらのボタン押せばいい、あるだろ目の前にそれ、ああボタンだから、ああいやいやもうちょっとないんで、うん、じゃあだったらもう出ないんだったら、まあ、離れて飛行して一緒だと思われたくないから、それが。もう一味だと思われるから。じゃあまあ、もう本当にじゃあ離れて、めちゃくちゃ離れて、俺は違いますよ、みたいな飛行して。確かに。じゃないとちょっと恥ずいから。確かに、俺も違いますよの感じで見てたわ。そう。SNS の写真とか。ちょっと足並み揃いたいからさ。一気遅れとってたもんね。バレるから、それちょっとミスってるっていうのを。いや、ミスってないんじゃない一味だと思われるの嫌だから。いや、だってちょっとボタンがわからない。こんな、リハで言いましたっけ、なんか、どのタイミングで出すとか言いましたっけもう雰囲気でわかるだろ、お前。厳しいな。いやいや、だってそうだろってイライラされるもんね、だって。ね、一発本番だからね。一発本番だ。できないから。そうだよ。やっぱそれはもうでも大事だからね。一発本番でも決めなきゃいけない。決めて飛行しなきゃいけない。まあ、まあね。それで言ったら鳥人間コンテストね、僕。一発本番で、飛行できたからね。いや、鳥人間コンテストの話は、ゴミは半年に一回だから。いや、そういうルールあるの。ゴミ、あるよ、あるよ。それで言ったら鳥人間コンテスト。僕は一発飛行で。鳥人間コンテストはもう、本当にもう、止まんなくなっちゃうから。うん。知ってます、大木さんの。大木さんのね、ミスター鳥人間の。知ってます、うん、大木さんの。いや、知ってますよ。知ってますっていうか、2ヶ月ぐらい前に言ったんじゃねえかな。そうそう。いや、知ってますよ。うん。大木さん、煙出なかったからね。あれ煙出ないぞ。ちょっと待って、おい、煙出ないぞ。おい、食べよるよ食べよるよブワーブワー煙出た。煙出た。最後だけ。脱出して。ポットで脱出して。ブワー煙入れて。くしゅこ。食べやそしたら、ね、パラシュートで、スポーンスポーンシュッポッシュッチャポーンで、そこに萩原さんが、ボートに来て、どうしちゃったのよまたこの話。またこの話じゃないよ。いいんだよ。この話いいんだよ。この話はいいんだよ、この話いいの小宮がやったからね。僕が言ったの。小宮がだってもう、一発本番といえばみたいになるんだから。うん、年内禁止します。年内禁止だよ、もうそれ。オッケー、わかりました。鳥人間コンテストは。うん、僕らもちょっとでもなんか、しましょうか。白いスモーク出しながらトークします。うん、そしたら。どういうことですか、うん、いやいや。白い煙を出しながらの、うん。トークしますトーク。ラジオで。それかっこいいっしょ。いやいや、かっこいいとかやってちょっとわかんないですよ。そう、意気込みはね、そう、かっこいいとは思うんですけど。白いスモーク。何がどっから、うん、出し忘れんなよ、お前。どういうことですかお前もう。どっから足並み揃ってないってなるから、もう。うん。いや、どういうこと加湿器の話器の。どういうこといやいや、僕らもね、トーク。体内からってこと体内から。どういうことかっこいいっしょ、それ。どういうことですか、うん、もうわかんないですよ。タバコを吸いながらやる。タバコ吸いながら。そういうことですか昔のラジオはね、そういうスタイルでね。いやいや、すごい。流すけど。全然わかんないのよ。全然わかんないの。いやいや、昔のラジオはね、そんなあったけど、じゃないんだよ。まあ、スモーク出すぐらいなんて楽ですからね。僕はそのそうそうそう。タバコ吸いながらね。まあ、確かにね。うん。一回乗ってるわけだから、その、鳥人間でも乗ってるけれど。ブルーインパルスにも乗れると思うよね、僕も。ブルーインパルスに乗りたいっしょ、だって。いや、乗りたいよ。まあ、G とかエグいから。G はエグいだろうね。間ついていけねえだろうな、やっぱ。軟弱だし、すぐに失神するよ、お前。経験してないもんね。いろいろ。飛行っていうのはやっぱ応援してただけで、グーンって行くから、スタートした瞬間、いきなし。そうか。うん。カタパルトから出るときに、ね。そう、出た、もう出たところではもう失神してるから。そう、起きたらもう普通にさ、地上ですもん。あれ空が見たかったのに。一番いいとこ失神してる、うん。楽勝楽勝みたいな。ドドンパとかとは全然違うんだぞ、お前。
ドドンパーとかのね、感じとは違うぞ。違う。まあでも、素人とかなったら、だから普通、そうなんじゃない本当に記憶、そう、もう記憶失って、カテーテルですね。尿道にカテーテル。気づいたら。尿道なの？うん、尿道に。別に腕でよくね。尿道にカテーテル。腕のさ、内側とかでよくない、うん、なんで尿道からなの？尿管結石の時のやつで。尿道から。それぐらい軟弱だからってことなんだよ。僕とかだったらまあ、普通に大丈夫ですよ。いやいや。いや、だから、経験も弱じゃん。飛行を経験してるっていうのもあるし。え？飛行を経験してる。人間ね、でも。それもあるし。あれでも言ってもそんなに G かかんなくない？いや、剥き出しだからね、顔。剥き出しだし。まあでもそれぐらい、ブルーインパルスだったら剥き出しじゃないけれども、まあそのマスクみたいなするじゃん、絶対。あの、でっかい、ぶっといやつ、ぶっといやつ。管が、ついてるやつでしょ？そう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 。まああれとかは、まあ普通の人はしなきゃダメだよね。俺はだってね、その、なんていうの？空気をね、送り込むためのやつでしょ、うん、だって多分ね。僕はなしで行くからね。全然。なしあんな、なしでも全然。は？うん。あんなマスクしない。あ、今の時期だから、普通のマスクはするよ。うん、今の時期だから。いらないですね。そこの。いらないですね。いや、一応。コックピットで一人しかいない。いやいや、一応ね。それは。うん、後ろになんか連れてたんだったらまだわかるけど。普通のマスクしますよ。普通のマスクすんだったら、うん、普通のマスク。あのマスクした方がいいよ。いやいや、普通のマスクするんだったらね。うん、大丈夫だから。そこに気使うんだったら、あの、厳重な、あの、マスクした方がいいよ。普通のマスクで。あれは普通のマスクを兼ねてるから、多分。T シャツ短パンで乗るし。T シャツ短パンはダメでしょ。さすがに怒られるんじゃない、うん、T シャツ短パンは。長財布とかね。あの、自分、あの、置いてこい短パンの中に、チェーンとか、チェーンとか引っかかっちゃって、みたいな。それでも楽勝だから。クロックスで行くし、クロックス。クロックスで怒られるよ。もう、最寄りのゲオとか行くような格好ですよ。最寄りのゲオ。T シャツ短パン、クロックス。そうだよ。絶対怒られるよ。ブルーインパルスの上層部に。そうそう、サンドイッチとかね、持って。サンドイッチを持って。そう、コンビニにサンドイッチ買いに行くぐらいの感じで、まあサンドイッチ持ち込んでもいいし、うん、食べながら。いや、食う暇ねえから。ぐる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 回るんだ、あれ。お茶飲んでね。まあ、お茶とか飲めないのね。天地が逆さになったりするから。急に。茶飲んでる場合じゃねえんだよ。ブルーインパルス舐めてるだろ。いやいや、舐めてる。すごいからね。うん。G。いや、まあまあそうだけれども、それぐらいでいけるよ。振動とかえぐいよ、多分。うん。携帯はまあ機内モードでいきますけれど。な、変なところに気使うんだよな。迷惑かけるとね、悪いって。そもそも地上に置いてこいよ。携帯と財布は。うん、あと、万が一のことも備えて、その、だから、パラシュートとかでさ、うん、その、なんていうの、脱出するときのこととかも考えて、うん、T シャツ短パンクロックスは絶対やめろ。いやいや、メール来るかもしんない。ともしげから来るかもしんない。ともしげのメールなんて、ブルーインパルス中に見るな。煙出なかったやつ、こんなやつなのかな。絶対舐めてかかってたよ。それ話されるわ。あんだけの距離。それで始めていきましょう。三四郎のオールナイトニッポン。あかましてこんばんは、三四郎の相田修司です。こんばんは、三四郎の小宮博信です。金曜日のオールナイトニッポンは三四郎がお送りしてまいります。うん、どうなんだろうね。もうかなり完全防備で、ね、乗んなきゃいけないんだろうね。なんとなく、いや、そりゃそうだよ、うん、凡人はね。いや、凡人っていうかそういう区別なのかな。あれってそういう、だから制服的なことじゃないの。 あれってそうなのかな。ここまで、まあそうか、かっちりしないといけない。一応そういう、なんていうの、式みたいなことじゃない。ああ、まあ、まあその中の航空自衛隊の中でも一番、いや、そうそうだよね、もうトップでしょ。うん、エキストラシルバーしょの人じゃないとってことでしょ。エキストラシルバーとライラックブルーはダメですね。ブルーインパルスなのにってことだよね。フライングピンクとか、バーガンディレッドだったら絶対無理だよね。最悪、色つながった。最悪だわ。生放送ということでメール募集しましょう。そうですね。まあ、その、さっき、
そのモータースポーツの枠が空いてるみたいなね、うん、言ってたから、うんうん、でもまだ全然わからないのあるじゃん、モータースポーツって、うん、何がね、何がモータースポーツなのか、そうそう、そのカテゴリーもどこまでがモータースポーツ、どこまでが違うのか、パリだかパリ引く、そう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 ね、話もあるし、うん、割り方ないからな、うん、あるし、ちょっとモータースポーツ情報送ってもらいましょう、うん、はい、はい、モータースポーツ情報皆さんにね、受付メールは34のカットマークオールナイトニッポンドットコム、数字34のカットマークオールナイトニッポンドットコムです。346で三四郎です。ということで深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。三四郎のオールナイトニッポン、この番組は信用金庫、ワンカップ大関以上各社の協賛で、東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。これ見て。それ何？なんだと思う？ドライヤー？違うよ！三四郎のオールナイトニッポン！日本放送キーステーションに全国ネットで放送中！三四郎のオールナイトニッポン！三四郎の間修司です。小宮浩信です。はい。はい。ラジオネーム、しょうこりもなく、こりしょう。はい。リアクションメールですね。モグライダーのともしげですが、はい、本名はともしげよしきといい、うん、名前と思いきや実は苗字です。ともしげという苗字は全国件数70件にも満たない、うん、珍しい苗字です。お二人はご存知でしたでしょうか。うん、それはもちろん同期なんで、ね、まあ、15年のね、なかったから、まあそう、うん、まあ一番最初びっくりしたけどね、主に、繁栄のね、繁ね、うん、あ、そう、下のね、うん、名前だと思ったんだよね。そうね。一番最初はね、名前だと思ったよね。だからこ、あ、そうか、こんな珍しいっていうのは、でも聞いたことないね。ああ、確かにね。珍しさで言うとね、確かに友人なんて聞いたことないもんな。自分でちょっと押せばいいのね、やっぱそれ。そうだね。全然言わないもん。一回も聞いたことないな、それ。自分で。そこ。言えばいいのね。そうか。友人っての、珍しいんですよって。そうそうね。自分の中ではだからあんまりその分かってないのかな。自分が珍しいっていう名字なのが。うん、そうか。だからそれを押してないのかな。うん、そう、分かりにくくしてるよね。ともしげ。いや、まあな。だけだもん。そうだな。うん、フルネームでやってもいいんだもんね。うん、モグライダーともしげ。だからモグライダー芝がいるじゃん。うん、で、まあ、モグライダーともしげになってるから、やっぱ名字だと思っちゃうよね。うん、ああ、あ、ミュージシャンと思っていいのか。間違った。ぐちゃぐちゃになるんだ。ぐちゃぐちゃ。わかりにくくしてんだよ、ともちゃん。ラジオネーム、スイカ、蜂蜜レモン。ただいま、YouTube で、モグライダーと検索すると、おうおう、予測変換に、モグライダー、ともしげの上に、うん、モグライダー、スペース、とんかつと表示されています。なので、うん、柴さんは、とんかつとコンビを組み、うん、柴ととんかつ、とんかつ定食として活動されていると世間では思われています。つまり、世間でモグライダーともしげを知っているのは、彼と三四郎のお二人だけです。とんかつっていう認識なんだ。うん。とんかつって。なんでだろうな。モグライダーともしげは、そうなんだよ。ラーメンはね、好きでね。そうだね。ラーメンのこととかは言ったりしてる。とんかつの要素はないの？うん、ちょっとわかんねえな。なんでとんかつが出てくるんだろう。確かにな。なんかテレビそういうこと言ったのかな。あ、こんなのも来ております。ラジオネームあるある。うん、すいません、うん。ブルーインパルスの飛行ですが、すでに前もって予告されていますよ。今週の木曜日に防衛省から発表されていました。うん、あ、ちなみにその時に、うん、ツイッターのトレンド1位を獲得してます。あったの？あったんですね。あったの？あ、そうなんだ、そうか。でも、そうか。前日だ。うん、でも、うん。もうちょっと前に欲しいよね。うん、一週間前には欲しいですよね。うん、毎日欲しいですね。それで忘れないように、うん。ちょっと前日だけだったらね。あ、直前すぎる。直前すぎる。うん。2週間前でもいい。2週間前、1週間前、3日前、2日前、前日。
なるほど、ね。計5回やってほしいですね。うん、それぐらいか。すいません。ごめんなさい。届いてないです。届いてない。いやいや、すいませんっていうか。トレンド1位だから。自分が悪いんで。すいません、届いてないです。そうか、飛行の人もやっぱ、煙出てない人も、うん、前日だったから、ね、練習もできなかった。ね、もう行くんすか、マジで。明日仕込んでない。明日の仕込んで練習してねえよ。最悪って。仕込んでねえよ、粉。粉仕込んでないっすよ。ね、なるほどね。ゲームやってるんですけれども。そのゲーム。今ね、ゲームで、うん、ウィニングイレブンですね。おウィニングイレブンかなりやってる。だと思ったよ、ね。ウィニングイレブン。そうそうそう。やってて、オンラインでやってるんですよね。オンラインで。知ってる。そうそう。うん。3回ぐらい喋ったっけこれ。そうだね。うん。うん、そうなんです。3回目ぐらいかな。だんだんレベルも上がってきてね、昔とちょっと違って、課金しなきゃいけなくて、キャラクターを、うん、まあ課金して、まあレベル上げていって、うん、そしたらもうだんだん強くなっていって、うん、その10試合やったらもう5勝5敗ぐらい、もうイーブンになって。おー、強くなってる。うん。まあレートがあって、まあ強くなればなるほど、まあ上に行くんだよね。うんランクが上に上がるっていうか。そうそう。それでまあランク同じぐらいの人と戦うんだけれども、はいはいはい。そう。まあ、だから同じぐらいの人と戦うわけだから、まあ、テクニック重視ってことでしょ、うん、チーム力は同じぐらいだから、うんうんうん、まあ、テクニックが上かどうかで、だからもうかなり腕も上がってきてるってことで、うん、それもまあ、よしよしと思って。運用さあんまないもんね。そうなんだ。まあ、そう。まあ、格闘ゲームとかだったらね、なんかまあ、めちゃくちゃ、あれ嫌なんだけどさ、ガチャガチャガチャってやってさ、うん、まあね、ジャイアントキングじゃないけど、うん、普通に勝てる人もいるじゃん。うん、でもまあ、長いから、試合のさ、うんうん、その尺が。だからそう、ないんだよね、ないね、その。実力勝負。そう、実力勝負みたいなのあって。それでなんかまあ、やってて、うん、そしたらまあ、ある時、うん、その、格上もう本当に、レートが、まあ、300ぐらいなの、僕、うん。あっちが500ぐらいで、うん、まあ、言うならば、2段階ステージ上ぐらい。そういう相手とも戦うんだ。そう、なんか相手がいない時は、ちょっと格上の人と、まあ、どんどん幅を広げていって。はい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 。あでもそれを倒したらまた自分のランクが結構上がるみたいな。そう、はい。あ、そうそう、かなり上がるみたいな。それでまあ、なんとか、引き分けに持ち込んで、あ、すごいな、みたいなのになって。あ、まあ、よかったって思って、まあじゃあ、次の試合か、とか思ってたら、プーンみたいな感じで、なんか、その、フレンドになりましたかなんかわかんないんだけど、うん、その相手の人が終わった後に、こっちになんか入ってきたね。部屋かどうかわかんない、うん。僕も定かじゃないんだけど、うん、なんか入ってきて、うん、そう、入ってきて、お、なんだこれ、初めてだから、うん、これはどういうことだと、一緒になんかなんか戦っていこう、みたいな感じするのか、うん、まあこのチームいいですね、とか、うん、なんかそういうのをなんか喋るのかとかわかんないから僕もその、そう、イヤホンとかつけて、え、これなんか話しかけられんのかとか。あ、そうしたら、チャットみたいな。そう、始まるのかとか。かもしれない。思って、そうそうそう。でも、時々あるらしいね、なんか聞いたら。チャットとかじゃなくて、それなんかまあその、メッセージが送れるようになるわけよ、それで。うん、うん。メッセージ。一試合した、あとね。中として、みたいなことね。ね、それで、まあで、今まで僕は一回もなかったんだけれども、うん、それであって、まあそれで、なんか、ブーンって言ってメッセージが、送られてきたの、うんうん。それが、そのメッセージが、うん、その、クソ無線にも程があるだろう。っていうメッセージで。めちゃめちゃ気づいてんじゃん。怖っと思って。深夜3時だよ。そして、戦った後に、まあまあまあ、オッケーオッケー、みたいな感じでやってたら、うん、クソ無線にも程があるだろうって来て、うん、え、これどういうことみたいな、うんうん。こんにちは、みたいな。僕はこれこれこれとか挨拶もなくて、うんうん、いきなり来るの怖いじゃん。うん、え、どういうことだと思って、ちょっと調べていったの、うん。怖いからさ、うん、そしたらその、なんかその、確かに、無線なのね、僕は。さ、有線でやってない。うん、無線。Wi-Fi でやってた。そう、Wi-Fi の無線でやってて、うん、それで、だから無線なんだよね。うん、それで、まあ、有線でやった方がいいらしいのに、調べたら。うんうん。うん。安定するからね。そうそうそう。LAN、うん、ケーブルつなげて。うんうん、みんなは LAN ケーブルつなげてやってんの。ウィレイレじゃない人、わかんないんだけれども。あ、有線でやった方がっていうか、やれば、そう。それは無線でやってるけどね。あ、そうなの。そう。無線だったらなんか切れたりするの。だから動きがカクカクになったり。あ、動きが、そう。今思えば、だから動きがカクカク止まったりしてたの、僕は。おうおうおう。その中でも、その、だからもうめちゃくちゃ近くになったりするんだよ、選手が。マインクラフトやってるのか。四角になっちゃったりして、でも、また再び、また動き出すんだよ。とか、もうあるんだよ。
でも、でもこれぐらいしょうがないんだって、ゲーム全然やってこなかったから、そんなにね。マイクラと一緒。そうそう。だから、腕振らないでは歩くやつね。そうそうそう。だから、あんまり、それは気にしてやってなかったんだけれども、普通は滞らないらしいの。うん、だから調べていったら、うん、その人と会話とかはしないよ。別に、うん、それもう怖いから、うん、別にもう、僕もすいませんとかも送ろうとしたけど、送り方も知らないから、うん、まあその後も調べて、うん、そしたら有線で繋げた方がいいって。うん、あ、有線で繋げた方がいいんだ。LANケーブルとかで。うん、それ LANケーブルで繋げようと思って。うん、あ、じゃあ繋げた方が滞らないわけだと思って。怖いわけじゃん、クソ無線にも程があるだろうって、うん、送られてきたんです。そうね。それで家ちょっと探して、そしたら LAN ケーブルあったから、うん、それ繋げてやったの、ね、うんうん。そしたら、ね、カクカクは、なんなくのは、なったんだよね、うん。けれども、その3試合やったら、うん、いきなりブーンって切れちゃって、その、サーバーが接続、もう切れましたみたいな。なって、と思って。これ何これ、うん。それでまあ3試合ぐらいやって、また切れちゃったりするの。うん、これ何？しかもだって最後の方とか、勝ってんのに切れんだよ、もう。本当に嫌なのが。もう本当に 3-0 とかで、最後、ラスト5分とかの時に、いきなりブーンってあっちが切るんだってわかるよ、うん。こっちなんだよ。こっちがいきなり 3-0 で勝ってんのに、ブーンって切れるの、うん。これで満足みたいな感じかわかんないけど。これ切れて、それ切れちゃって、それで、そしたらこっちが負けになるわけよ。そうね。うわ、きつとか。思って、うん、このままでちょっとやばいぞって、うん、そうちゃんと無線にしたのに、うん、やばいじゃん、もういきなり勝ってんのに、うん、ね、切れちゃったりして、うん、鬼人にも程があるだろっていうのもあるし、来るよ。来たの？え、いや今に来るよって思って、ああ今に来るよ。いやいや、そうでしょ。ああ、まあそうだね。うん、だからまあどういうことだみたいな感じ。そうそうそう、それで、自分から切って、それで。その、どん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 切れちゃうから、うん、もうこれどうしようってストレスも溜まるし、そのマナーレベルも、うん、まあ前も言ったけど、どん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 、はいはいはい、あの、下になっていっちゃうんだよね。そういう風にね。そうそう。切ったりすると。そう、最初トリプル A だったのに、ダブル A になって、どん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 。なるほど。それで普通の A になって、もう B とかになっちゃうわけ。うん、きついじゃん。だって別に意図的にやってるわけじゃないのに。うんうんうん、そう。だから、普通に電話して、その、ドコモね、ドコモの光、うんドコモ光のところに電話して、うんうんうん、そしたら、どうなってんですかみたいな聞いたら、うんうん、その、これ、原因わかんないんですけれども、うん、その、ルーターの方が悪いのか、LANケーブルが悪いのか、ちょっとわからないんで、うん、そう、だからわからないんで、ちょっと切れた時に、うん、その、ルーターの方を見てください。それで、ルーターのところに、光が、輝いてるんですけれども、うん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 、それが、切れてたルーターが悪いです。そうじゃなかったら LANケーブルの方が悪いです。いろいろね、そうそうそう。あ、そうか、と思って、まあ、じゃあ、ちょっとやってみて、うん、やってたら、その、普通に、まあ、ルーター、切れたね。いきなり切れたんだけれども、うん、それ言ったら、ルーターは、切れてないよ、わけよ。ルーターの電源はそのままで、通信も切れてない。そう、だから、まあ、有線が悪かった。はい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 。そう。クソ有線だったんだね。クソ有線にも程があったんだよ。古いやつだったんだよ。そう。だから、これやばいぞと思って、だから、その、もうちょっと買いに行こうって、有線の、うん。ケーブルを。ケーブルを。ちゃんと買いに行かないと、だって普通に、もう、B になってんだから、マナーレベル。何もやってないのに。これ以上最初トリプル A だったの。悪いことしたらトリプル A に戻れないんだよ。B になったの。はいうん。一回たらトリプル A だったのに、悪いことしたら、戻れないっていう例があったわけじゃないですか。過去に。何ですか？トリプル A に。ありました？そう、トリプル A っていうね、はい、ところからも、はい、もう戻れてないんじゃない、彼は。あ、誤ち。彼。いや、本当にダメ。いやいや、本当にダメって。いや、トリプル A に戻りたいんで。いや、彼っていうか、ね。一応、自分がね、俺のことだよ。そうだね。僕のこと。それで。俯瞰で見たんだよ、ね。そうそう。それで電気屋さん行って、ちゃんと、めちゃくちゃいい。シーズン5だった、僕が。LANケーブル。僕の LANケーブルが、シーズン5だったのね。だから、一番最新のやつはシーズン8。それで、だからもうシーズンとも8買いたいところ、まあ、今はちょっと、まあ仕事もちょっと少なくなってるから、まあ、シーズン7買って。いやそれさ、そんな変わんない？いやいや、でも大事じゃん、それは。うん、値段そんな、1000円変わる？いやいや、まあそうよ。でも、まあ、シーズン6は嫌だ。シーズン7、最高の無線でしたってメッセージ来てほしいし、僕は。最高の無線でした。
もうトリプル A になりたい。ああトリプル A で優先対象を取りたい。トリプル。じゃあ言うな。いやいや言う。いやいやだからそう掴んでみたら、ね。そうそうそう。自分のね。いやいや優先優先優先の話。優先対象っていうと、うんうん、全然滞らなくなった。めちゃくちゃうまくいってる。よかったじゃん。うん、優先対象。はい。対象言うな。一緒にお風呂に入ろう。いやだよ。三四郎のオールナイトニッポン。三四郎のオールナイトニッポン。でかい地球儀のところでね、写真撮って、はいはい、入園するじゃん。クッキーモンスターがいて、うん、両手を上げてうちらの顔が映らないようにさ、はい、ちょっとっつって。ドラキュラがさ、天井からさ、ロープで降りてくる。でって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 、リビナビーだろだ。すいません、自分の教えが悪かったせいです。そのまま自分でバケツかぶった。ユニバーサルスタジオジャパン。わぁ。三四郎の間修司です。小宮弘信です。この時間、三四郎のオールナイトニッポンをお送りしております。はい。そんで、その小宮のその、トークのマナーレベルが、うん、要は下がって、有線あケーブルを買い直してでどうなったの、ケーブル買い直して買い直して、うまくいった、うまくまあまあうまく滞りがなくいってんだけど、うん、負けが越してますね。負けが続いてます。あ、結果負け越してんだ。うん。あ、そうなの。ただの有線だからそのケーブル買い直したのに、うん、スムーズになるわけじゃん。そうだからそのあれそのラグがある方に慣れちゃってて。うんただ無線ラグ使いだった。ラグ使い。だから怒られてた。まあそれは怒るわ。あ、そうか。ラグを見越しての動きなんだ。そう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 。なるほどな。ああ、そうかそうか。だからもうだから怒ってんだ向こうが。そうなんですね。ね、今のマナーは？マナーはまだ戻れてないよ。ああ、そうなんだ。データも下がってマナーも。ああ、そうなんだ。まだトリプル A には戻れてない。トリプル A もう言うな。はい、なんで？なんでってことはないか、別に。うん、別に、それだけだったら別に言ってもいい。うん、ごめんごめん。うん。一回悪いことし、ね、それがダメなんだ。そうマジで一年ぐらい自粛しなきゃいけないから。うん、いやいや、ゲームで？いや、ちゃんと、貧困法制にやってれば、うん、トリプル A になるけれども、そこがもう、マジむずい、そこは。ああ、うん、ゲームで一応一年自粛しないといけないってことな。うん、いや、それはもうみんな許してくんないから。うんうん、ゲームでって言って。いや、その、メンバーが許してくんないから。メンバーって言っちゃってる。いや、ウイレメンバーね。ウイレのやってる、オンラインメンバーね。メンバーって言うそれ。いや、だから、クソ無線のことがあるだろって言ってるやつ。それメンバーになるんだ、それはね。そうです、そうです。そうなんですよね。なんか混ざっちゃうんだよね。そう、黒縁メガネで。黒縁メガネ？何が？それで、髪も黒くして、謝らなきゃダメだから。何がいや、まあまあ、そのマナーレベル悪くなったら一回ね。そう、悪いことして。黒縁メガネはしないじゃん。そうそうそう。茶色じゃん。まあまあ、メガネ。うん、でもちゃんと、だから、茶色のところ黒くしなきゃってこと。反省の意味も込めて、ね。そう、反省の意味も込めて。そう、だから、謝罪って、だからその、別にオンラインだったら見えないから。まあまあまあ、そうだね。だから、その、それぐらいの気持ちで、気持ちで、メンバーそうそうそう。に、ごめんなさいって謝ればいいんじゃないの。そうそう、それくらい。黒髪にして、黒縁メガネにしては、ちょっと、うん、なんか、うん。うん。思い出しちゃうから。うん。うん、もうしつこいよ。やめてくれ。うん、俺のセリフだよ。俺のセリフだよ。そうか、そうか。でな。ちょ、しつこいから。何？殴ろうかな。殴ったらダメ。殴ったらダメな。ごめんなさい、ごめんなさい。それこそです。うん、それこそじゃない。それこそだから、じゃないんだけど。ねえ。ちょっと危ない、うん。片足突っ込んだな、今。それこそとかじゃないんだけど。そうですね。あ、まあちょっと、気を取り直してね。うん、ちょっと、テーマメールですね。そうだね。はい。ラジオネーム、紅茶のおうち、うん。モータースポーツについてですが、先ほど、相田さんが言ってた、うん、普通の車のやつというのは、うん、一般に箱車。ああ。箱に車で箱車。はいはいはい、GT カーと呼ばれるもので、うん、基本的に市販されているスポーツカーを改造して走らせることが、多いです。改造し日本のスーパー GT や、うん、ドイツの DTM、うん、
などが広く知られており、特に、スーパー GT は箱車レースの最高峰と評されていますよ。スーパー GT ね、うんうん、え、改造車の大会がオフィシャル改造車の、まあまあ言い方悪いな。改造車の大会が、その、すごい人気なんだ。まあまあまあ言い方おかしいけど、まあリーゼントの人がね、とかね、でしょ、うん、地下レース。地下レースじゃない。地下レース的なものじゃないから。なのかな、うん、すごいね、改造して、後ろから火吹くやつとか、ね、ブースターみたいな。まあまあ。ズイーン、の大会？うん。そうか。ええー。あ、ああワイスピか確かに。ワイスピと一緒だ。はい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 。妻夫木聡が、あのね、スタート、うん、スターターがね。はいはいはい。レディーゴーっつって。ワイスピね。ワイスピだ。うん。だから、ラリーはワイスピってことなのかな。ワイスピはそうだよね。だって、うん、あの、細長い車出てこないもん。うん、まあ、出てこない、出てこない。ね。うん。八体も YSP だ。そうだな。そうか。うん。あ、YSP だ。知らないこと結構あるな、やっぱモータースポーツは。ね。うん。箱車レースの最高峰なんだね。改造してんだね、みんな。うん。おのおのの。そうなんだな。ラジオネーム、2匹目のウェルテル。はいはい。どうも、ただのモータースポーツ好きです。おぉ、いいよ、教えてくれよ。モートグランプリは、うん、MOTO グランプリ。MOTO。うんうんうん、モト。モト、あ、モトグランプリは、モ、う、ト、ん、あ、モト GP か、これ、うん、正式名称、ロードレース世界最、世界選手権で、うん、1949年に始まった世界最高峰の二輪カテゴリーです。うん、モト GP 枠に収まっている芸能人は、うん、煽るように、現在、チュートリアルの、うん、福田さんです。うんうん、そして、中尾さんが、うん、収まっている枠は、うん、スーパー GT という、日本最高峰の箱車、かっこ、箱車出た。箱車は、はい、はい。箱車は、はい、勉強済みです。うん、はい。箱車。履修しました。市販車をベースに、市販車ですね。市販車をベースに改造した。はい、改造車ね。はいはいはい。YSP ですよね。はい。つながりました。はいはいはい。レースです。はい。もう一人知っておいてほしいのは、キンキキッズの堂本光一さんです。あ、光一さんが。彼は、現在、F1 枠に収まっています。うん。あ、じゃあまた違うっていうことだよね。うん、改造車とはまた違う。そうか、F1 だからね。マジで。あ、有名だ。堂本光一さん。うん。なるほどね。F1 が堂本さん。元 GP が福田さん。うん。YSP が。YSP かどうか。中尾明慶さん。うんうん、YSP は妻夫木。YSP は妻夫木で。妻夫木さん、ね。箱車が中尾さんだ。そうそうそう。妻夫木さんね。難しいね。うん。あ、そうか。いろいろだから、そうかそうか。住み分けされてんのね、そこの中でも、うん。でも、そうか。その中だったら、3つあるわけだから、どれがいい？どうだろうな。F1、箱車、元。元。うん。うん、まあ、箱車かな。箱車。箱車ね。野試合みたいな感じでかっこいいじゃん。あれね。かっこいいよな、うん、箱車の。CM とかでもなんかあるもんね。なんかあの、砂ぼこりのさ、なんか砂漠とかあるじゃん。うん、あれかっこいいよな。しかもなんか、助手席にもいるでしょ。あ、いるいる。ルート説明みたいなね、やつね。あれかっこいいよな。いるな。あれかっけえんだよな、うん。ああいうのいいよね。いいな。あれ教えてよ。あれ、何よ。どういうメンツ、俺の中で多分二人なんだよ。うんうんうん、なんだけど、わかんないじゃん。あれ何人乗ってるか。うん、もしかしたら5人ぐらい乗ってるかもしれないじゃん。5人はいや、もしかしたらね。まあな。いや、わかんないじゃん。うんうん、あれ、うん、何人いるか。うん、多分2人だと思うんだけど。ねえ、アルファードだったら、ねえ、6人乗れるから。多いな、うん。アルファードの、だから、改造車だったら、6人乗りなわけじゃん。6人乗りね。でも改造されてるからさ、わ、うん、かんないじゃん、アルファードってことは。うん
わかんないから、もしかしたら、そう、6人乗ってるかもしれないから、その、何役がいるのか。何役？運転手がいて、はいはいはい。で、多分、地図とか見て、その、ナビゲート、ルートのナビゲートしてる人はいるよね。まあ、いるだろうな、うん。でも、その人の役割もちょっとよくわかんないから。うん。あてか、ルート覚えろよな。うん。まあそうか。ルートは、ナビとかではもう無理だもんな。あそこら辺は。そうだな。どうなんだろうね。行けないところ行くから。そうかそうか。そういうことなのか。うん、そういう暇がないのかな。だと臨機応変に変えなきゃいけないんじゃない？道は。そっか。天候とかによってね。とか、まあ前走ってる人の後の方がまあなんかスムーズとかじゃない？わかんないけど。切り開いてるからとか。マリカーみたいな原理？うん、まあそう。風の抵抗受けないから。とかもあったりするんじゃない？やっぱ、そう、うん。開拓されてるからみたいな。あ、そうかそうか。道がね。そう、舗装されてじゃないけど。ああ、そういうのを臨機応変に教える。だったらいるじゃん。その、ナビとかではわかんないわけだから。まあ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 。だから、うん、そうだよな。あの人が、あの人がっていうか、だからどういう人なのかをちょっと教えてほしいよね。どういう人なのかね。どういう人なのか。どういう役割をするのか。うん、うん、うん。何人いるのかとかね。そう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 。うん確かに。そうそうそう、うん。役割分担がどういう感じなのか、ちょっと。教えてほしいな、うんうん。さっきもね、ガチ勢いたからね。確かにな。うん、モータースポーツ好き、うんうん、こういうのを、だから、いろいろ知っていくと面白いよね。まあね。なんか見方が変わるじゃない、うんうん、レースとかの見方が、うんうん。そう、わかんなかったからさ。うん。うん、今まで。運転手の人のさ、その、ことばっかり見ちゃうから、うんうん、その、支えてる人のね、役割とかを見ると、はい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 、また面白くなるからね。うん、そういうのみたいな。うん、木曜のね、ゼロをやってる、その水溜りボンドのトミー。うん、いや、また、うん、またっていうか、うん、トミーから、うん、この間、昨日か、午前中に生ガキが、届きまして。おぉ、なんか先週、そうか。うん。ガキね、送るみたいなこと言ってたけど、なんかそれが届いて。うん、生ガキ10個。うん。めちゃめちゃでかい。うん。生ガキ10個と、虫ガキ。おと、えすごい。カキフライ。えのセット。岩ガキかな全部粒がでかい。おやつ。が、届いて、昨日。うん。で、動画撮りました。うん。昨日ね。あ、間が？はい。うん、うん。で、さっき、アップしたんですよ。はいはいはい。3時間前ぐらいかな。うん、うん。そう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 。そしたらさ、俺、ツイートしたんだけど、うん、すぐさ、トミーがリツイートしてくれて、おなんだかんだ気になってるね。トミー、ね。おなんだかんだ気になってる。なんだかんだ、俺の動画の、その、行く末を気にしてくれてる。うんおあトミーは、うん、あーで俺があげたのが、その生ガキを、食べる、4つ食べる、動画だったんだけど、うん、あとね1本俺虫ガキとそのカキフライが残ってるからその動画もあるのよおこれは、後日アップしたいと思うんですけどいやいいよ何告知いやいや、なんか、ね、菅田将暉の名前を使って、前、怪我人をね、送ってくれた菅田将暉の名前使って、まあ2万はないと。うん、2万再生はちょっとしょぼいと。まあね、そうそうそう、うん。トミーが言ってましたけど、うん、トミーが自分だったら10万再生いくと、うん、なんかおっしゃってたんで。なんかね、うん。うん。だからちょっと、俺も楽しみなんだけど、再生回数。うん、今のところ、いや、4000弱。うん、いやいやいや。まあ、あと、9万6千回ですか？そうですね。俺の計算が正しければ。うん。なんですかね。うん。だから、どんぐらい、この1週間ぐらいで10万いくっていう想定なのかな？トミーは。嫌みったらしいな、うん、ちょっとわかんないですけど。うん。俺の今のゲーム実況と同じぐらいだもんね。4千だったら、ね。まあちょっと少ないですかね。うん。ジェイソンのゲームやってんだけどさ。うん。うんそれの、うん、時と、うん、一緒ぐらいだから、どうなんですかね。うん、10万。いくのかな、うん、うん。まあでも、トミーは気にしてるからでありがたいですね。うん、まあね。うん。でも、これでいかなかったら。いや、いいよ、もう。いいよ。いやどうなのかなこれでいかなかったら、こっち、ほんと、大恥かかさなかったら、ね、まあまあ、しょうがないよな、でも。うん、ちょっとわかんないです。うん、本当に、うん。でも、トミーがリツイートしてるんで。ああ、リツイートね。
マッハで。マッハよ。マッハで。多分、5分経ってないよ。あ、そうなの ?2 分ぐらい。2、3分。で、すぐリツイートしてるってことは、うん、俺のツイート、あれ通知オンにしてんのかな、もう、うん、コメント付きで。僕が送った牡蠣を食べてくれてますみたいな。うん、皆さんコメントお願いしますみたいな。のを、引用リツイートで、そうそうそういい、やってくれて。いや、ありがたいんですよ。ありがたいな。いや、だから、この勢いすごかったら、2本目、追撃ですぐアップしたいんで。うんうんうん、これだから再生回数次第、ね。今のところね、ちょっとまだ振るわないです、ね。うん。まだこっから、まだわかんないな。うん、まだわかんないけれども。うん、ちょっとね、あの、わ、うん、かんないですけどね。そうそう。まあ、トミーも不安がってるだろうな。10枚行くかどうか。え、行ってくれよ。頼むよ。って。切実だよ。うん。いや、早かったからね。いや、嬉しいよ。うん。はい、いや、マッハで、マッハでやってくれたからね。うん。あー。なんかでも、これ言っていいのかな、うん、でも、なんか、トミーから、その、牡蠣をね、うん、その、送るみたいな話だったんですけど、はいはいうんうん、なんか送られてきたのが女性の名前だったんですよね、うん、だから なんだろうねあれはあのトミーに頼んだのに知らない女性から送られてきたんですよ、うん、でも牡蠣だったから、うん、あのいいじゃないかトミーマネージャーだよマネージャーさんだからそこはわかるだろういやいや、牡蠣だったから、あ、これはトミーのスタッフさんだろうか分かんないけど。っていうのは分かったんですけど、ちょっと分かんないですけど。いやもうそれはもういいじゃん、別に。トミーが送ってくれたってことで。彼女さんかもしれないです。うん。まあ別にそれでもいいじゃん、最悪。でも送ってくれたってこと。いや、うる、うん。うん。で、なんか申し訳ないですね。うん。トミーからは何も来てないですかね。いや、トミーから、彼女さんから来ましたけど。いや、彼女さんではないですよ。マネージャーです。すいません。彼女さんにいただいちゃって。いやいやいや、トミーからだと思ったんですけど。いや、トミーからでしょ、絶対。すいません、違う方からいただいちゃって。いやいや、いいよ、もう。何か、彼女さんに送りましょうかね。すげえ嫌なやつだな。いや、ほんと、めちゃくちゃ嫌われる一方だから、その水たまりのファンに。いいじゃん、でも来たんだから、別に。多分トミーです。うん、だって、リツイートしてくれて、自分からって言ってたから、うん、多分トミーです。いや、まあそうでしょ。ありがとうございます。だから、いいじゃん。うん。いや、嬉しいですけどね。うん。あマネージャーさんかな？いいよ。ちょっと、トークないの？ずーっとそこループしてるけど。ちょっと、何なの？いや、先週話したんですけど、うん、USJ、ね。いや、あるはあるけど、それまた。あったはあったけど、それうん。もうそれ聞いたけどね、かなり長尺で。30分くらい喋ってたけど。ラブレターズ塚本と、うん、作家福田さんと、行ったっていうね、話を、かなり前ね、全部したかったんだけど、うん、先週ね、ビートルジュース。うん。ちょっとビートルジュースっていうね、まあ、ショーみたいなアトラクションなんですけど、うんうんうん、それでドラキュラの登場で、リッキー・マーティンのリビナ・ビダロカ。が流れて登場するっていうね。はいはい、てってってれってってで、ねうん、シューって天井から降りてくるっていうロープでね。うん、そう、その登場歌ってたら時間なくなっちゃいまして。うん、いやいや、歌ってたらってか、何回も繰り返すからね。ごめんなさい。それがちょっとテンション上がっちゃって。うん、いや、あれをね、もう一回見てほしいのよ、うん。まあまあ。本当に面白いんですよ。まあ確かにね。うん、面白いじゃない。かっこいいんですよ。興奮したんでしょ。面白いってなんで。ごめんなさい。面白いってなんで。結局面白いってなんで。ごめんごめんごめん。いやいや面白くない。ああかっこいいんですよ。憧れるぐらい。いやいや本当。憧れるぐらいかっこいい。いうん、それもだから聞いたし。いいそれ。マンボ翻すんだよ。バサ。うん。だから先週も。出れて。いやいいよもう。行けよ。だんだんみんな笑ってないから。いやごめんなさい。ちょっとね。熱量違うし、みんなも。朝一だから、もう声出てないよ。朝一なのそのドラクラも。ああ、そうなんだ。そう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 。みんな多分声出てないんだよ。うん、で、こっちも あんまり声出てないね、うん。そうそう。だからビートルジュースが前説で頑張るんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。うん、関西弁の前説で、ね。関西弁で。そう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 。うん、いや、それも面白いんですけどね。で、なんか、それも面白いっていうか、その前はかっこいいんでしょかっこいい。うん、それもってなっちゃうと面白いになっちゃうから。で、それと、まあ、ハリーポッター行って、うん、ウォーターワールド行った話を、うんうん、ね、先週したんだけど、その後ね、まあ、その後もいろいろ乗ったのよ、うんうんうん、結局、うんうん。全然、追っつかなかったけど、はいはいはい、先週は、うんで。その後、ジュラシックパークとか乗ってさ、うん、先週ウォーターワールドで全く乗れなかった塚本がさ、
ちょっとだけ濡れたりしたんだよ。濡れなかったね。そうそうそう。うん、はいはいはい、もう、全然はしょるけど、ちょっとだけ濡れたのね、塚本。うん、そう、ジュラシックパークの。雑にしれっと触れて、濡れた、そうか、濡れるのか、あの後。そう、うんうん、ちょっとだけ濡れて、はいはい、そう、嬉しかったりしたんだけどね、うん、塚本が、うん。で、その後ミリオンとかさ、ミニオンと、あと VR ゴーグル使ったジェットコースター、あれ乗りました、皆さん。え、何VR ゴーグル。VR のゴーグルをつけながら、ジェットコースター乗るの。はいはい。で、VR の映像と、ジェットコースターの動きが、要はリンクするから。あるね。そう。で、うん、俺の時は、進撃の巨人だったのね。あれやばいね。進撃の巨人は、ね、ハリーポッターもさ、でも最近だよね、そう。なんか、時期に違うらしいんだけど。その、ハリーポッターも脳溶けだったのに、はいはいはい。上回ったかもしれない。すごかった。脳溶け具合が。あれはすごい。考えたなーと思った。時期によって違うの？時期によって違うらしい。そうか、で、エヴァンゲリオンとかの時もあるの。エヴァンゲリオン。ルパンの時もある。行ったことあるかもしれない。いや、進撃の巨人えぐい。あれやばい。みんなで行ってほしい。テンション上がりすぎて、俺ら3人で写真撮ったんだから。いや、もう、それ、そう、テンション上がられたからね、そりゃ。心臓を捧げるね、ポーズして。心臓を捧げる。すごいね。買うやつ。買うやつ。うん。出来が、撮って、はい、なんだっけ、3000ぐらい、うん、?3000 ぐらいで買うやつ。あ、買うね。はい、うん、買いました。うん。俺。いいだろうな、それは。そう、うん、え、あれ、だから部屋に飾ってるよ、俺。いいめちゃめちゃいいんだよ。うん、そう。あれ、そう、あれも乗ったし、うん、乗ったし、あと、あとはターミネーターね。あ、ターミネーターね。ターミネーターのことある、うん、あるある。あれ、乗ったことっていうか、あれ、アトラクションなんだけどさ、うん、ショーなんだけどさ。はいはい。あれさ、まあ、もちろん、ショーもすごいんだけど、うん、前説の赤いスーツの女性の方が、そうね、すごいよね。出てきて、うん、その、会社のね、説明をするんだよね。うん、で、その、まあ、ショーの前説をするんだけど、あれさ、とんでもないよ。うん、日本一の前説じゃない、うん、あれさ、ほんとにすごい。と思ったもん。定型文とかね、そういうのじゃないからね。アドリブで。そう。よくできるな、その返しみたいな。あれね、本当にね、なすなかさんの前説ぐらいすごいよ。なすなかさん、すごいけど。正直な。なすなかさんの前説。相当すごい。盛り上げるからね。なすなかさんの前説、だからその、俺ら見たことないし、うん、もちろんその、テレビの観客の方しかね、見たことはないかもしれないですけど。まあ、噂ではね、とどろいてるけど。うん、そう。うん、絶対盛り上がるじゃん。うん。そう。いや、すごいよね、あれすごい。うん。あれ、番組でやったら相当盛り上がる。すごいよね。うん。あれ、全若手芸人に見てほしい。うん。ぐらいすごい。さすが。確かにね。関西の。すごい。うん。関西の前説すごい。うん。なんか、そう、あんま言えないけどさ。うん。ちょっとだけ、なんかさ、どこから来られたんですかみたいな、なんか質問すんだよね。うん。うんうん、で、質問して、なんか、一人が、千葉県って言ったんだよね。うん。そしたら、その人が、マジで、一秒足らずよ。うん。で、ああ、わざわざあちらではなく、こちらに来ていただいてありがとうございます、みたいなことを言うのよ。うん。ドカーンだよあちらではなくね。千葉、ディズニーランド、あるけども、はいはい、ディズニーじゃなくて、USJ に来てくれてありがとうございますっていう、うん、全都道府県、多分、自分の中に入ってて、なおかつアドリブも入ってるっていう。うん、すごいよな。そうか、千葉以外にね、もう、いい返しするの。そう、うん。なんともコメントしづらい県から来ていただいて、みたいな、そういうディスリーもある。はい。いや、あれすげえ。すごいな。いや、さすがだなって思って、うん。いや、関西の前説、うん、なんか文化としてもう、だから成り立ってんのかな、あれも。確かにね。とんでもないよ、あれは。いや、すごいよね。うん、見たことない、見たことない人はもう必ず見てください。うん、特に芸人は。結構有名だしね、それ、かなり。ああ、うん、そうだね。うん、そう。すごいみたいな。うん。いや、それで生であれ見てさ、それが、だから前説だから、それ終わった後よ。うん。ジョン・コナーもさ、ショーの中で、天井から出てきて、ジョン・コナー。また天井って、ドイッテッテじゃないけど、出てきてさ、うん、いや、めちゃめちゃかっこいいな、うん。ロープあれ、流行ってるのかねあれ、もうすごいよ。流行ってる。どこのショーでも使ってんだよ、やっぱ。あ天井からロープで出てくるみたいな。おあ、
思い返したら、ウォーターワールドでもロープ使ってたもんね。天井から、うん。スューって。いや、あれだから見てるだけでかっこいいんだな。音楽は別にないわけでしょ。そうそうそう。リビンダビンダロカではないよ。うん、その、おのおののアトラクションに使ってる音楽だけど、うん、そりゃそうだよ。ウォーターワールドでリビンダビンダロカ流れないでしょ。うん。ティッ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 いや、もう、で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 、だったらわかるけど、ね。ああ、まあね。で、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 だったら、マジでリッキー・マーティンが降りてきたのかと思うからね。ジョン・コナーじゃなくて。いや、もう、先週も聞いたし、それ分かってればすけれども。それ分かってます、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、で、あと、あの、行きました。うん。あの、シング。シング行かせていただきました。おー、はいはいはい。はい、シングは、知ってますか？あの、内村さんが、うん、あの、吹き替えやってんのね。そうね、コアラ。そうそうそう、そう、うん。だから、コアラの内村さんに、あの、ご挨拶させていただきまして。うん、コアラの内村。声優をやってるだけ、ね。コアラの内村さんに、あの、うん、劇場を見学させていただきまして。うん、そうですね。ご挨拶させてもらって。まあ、見学しに行ったっていう、うん。そう、見学させてもらって、ご挨拶にね、うん。ちょっと楽屋へは行けなかったんですけど。いいよ。せっかちだから、コアラの内村さんは。キャラでね。本番前で、めちゃめちゃバッタバタなのね。おバッタバタで、なんかその設備の調子が悪いのよ。はいはいはい。で、うん、もう、開演を遅らせなきゃいけないの。うん、その状況的にね。うん、無理だよ、これじゃあ、うんうん。開演遅らせろって言ってんのに、はいはい、いや、開演は遅らせたくないみたいな。もう強行で、その、やっちゃえみたいな。おいや、で、やるじゃん。うんで、やるんだけど、結局だからその、遅らした方がいいわけよ。途中で、なんか時間稼ぎとかしなくちゃいけなくなっちゃって、もう、カメラの、コアラの内村さんと思って、ねうんうん、いや、そうなんだよ。あれがね、まあ ね、そういうショーだからね。うん、めちゃくちゃ入り込んでるけど。うん、そう、まあ、そうだね。コアラのね、内村さん、せっかちだからさ、うん。そうなんだよね。絶対、30分ぐらい遅らせたら、完璧なショー、まあ、フラグですか、ね、演じれたのに、うん、そうそうそう。かだから、途中で、コアラの内村さんが、間を繋いだりするんだけどさ。まあ、そうだね。うん、まあ、まあ、結果的にはね、それも、まあ、面白い方にね、行っちゃったからね。うん、うん、面白いんだけど。うん。うん、なかったらなかったら困るからね、逆に。だから面白いんだよ。スーンと普通に行われてるから。うん。そういうのあるじゃん、やっぱ結局。うん、漫才でもあるじゃん、邪魔すんなとか。結局邪魔しなかったらもう終わりだから。普通に二人が喋って。ね、そうじゃん。でさ、一個ね、そういうアナウンスが、要は、列並んでる時に、されんだよね。画面に映って、こういう状態です。うちらは見てないみたいな体で、早くしろ開演遅らせれないぞみたいな。うん、で、コアラの内村さんがバタバタして、はい、その、劇場の、要は幕の、中、うん、スタッフさんとかがいる、うん、幕の中の様子を、あの、画面に映すのよ。うん、で、ちょっと開演が遅れておりますみたいな、うん、アナウンスをするんだよ。うん、これ、振りのアナウンスなんだよ。はいはい。要はね。うん、その、そうだよ。さ、うん、俺もさ、分かってるじゃん。うん、みんな分かってる。まあ、そうでしょみんな分かってる。振りのアナウンスが流れるんだけど、うん、その開演側は遅れておりますっていうアナウンスをしたすぐかな塚本が普通のトーンで、うん、なんか遅れるみたいですね。大丈夫ですかね今年だからかな。俺これマジでびっくりしたんだよ。マジで、マジで。入り込んだんでしょ。俺もそうだと思った。参加したんでしょ。俺もそうだと思ったんだよ。うん、そうだと思って、いや、塚本これ、振りのアナウンスだから、つって。これマジじゃないよって言ったら、顔真っ赤になってた。いやいや、顔悪いな。いや、だから来れるんだって。だから USJ に来れるんだよ。勘が悪いからこそ暇なんだよ。だから来れるんだよ。シティボーイズさんの事務所の本当に本当にバッキバキのコント師が。いやいや、ちょっと、いや、そんなことない。いやいや、ボケた、ちょっとボケたけれども。これ本当なの？ちょっとボケたけれども、滑ったから顔赤くなったの。いや、違う。嘘だ。ガチの。ガチのそんなわけないよ。違う。俺と福田さんマジで、はって言ったんだから。いや、そうだよね。はってなるよ。これ、まあ、なんかその、ちょっとね、その前に、ジュラシックパーク乗った時に、システムメンテナンスで、なんか、一時、30分ぐらい。乗れなかったっていう、下りがあったの。だから、その、ガチなのかなこれもガチなのかなと思ったのかはわかんないけど、ジュラシックパークの後に、これ乗ったのかなシングル乗ったから。どっちだそれがよぎったのかもしんないけど、いや、それにしても、なんか遅れるみたいですよ。
なわけない、なわけない。大の大人が。いやいやいや。怖い怖い、それ。俺マジで、ちょっとだけ切れそうになりましたね。ともちゃんじゃん。ただのともしげじゃん。まあ同じ坊主だし。マジ、コアラの内村さんの前で、恥ずかしいこと言ってくれんのやと思ったの。やっぱ確かにな。大先輩の前で。あんな。ともしげじゃあるまいし。なんか俺みたいですよ。よしきじゃん、あるまいし。ともしげよしき。下の名前。下の名前。先輩が振ってくださってるのに、うん、それに対して、なんか俺みたいですよ。いや、おかしいわな、絶対。いや、ガチだったのよ。うん、顔真っ赤にして、何やってんのこいつと思って。確かにな。もう本当だったらね、やっぱ顔真っ赤言ったことはそうなんだろうね、本当に。いや、そうでしょ、うん、で、最後。最後、目玉、ハリウッドドリームザライド。うん。あれに乗ったんだけど、入り口の、もう、すぐ近くにあるのね。ほう。入り口入ってお土産のコーナーがあって、もうすぐ隣にあるから、うん、あ、もうすぐ乗りたいじゃん。うん。すぐ乗りたいけど、そのガイドの福田さんが、うん、いや、あれは、まだ乗りませんと。うん、ガイドって、福田さんっていうか、福田さん慣れてるから、ガチでなってるから、ね、USJ の、そう。わかるってこと、うん。福田さんが、いや、あれは乗りたくない。まあ、今の時間は乗りたくない。あは、まあ、なんでだ時間帯が。乗らせてくれよって言ってたんだけど、あれは、ちょっと今じゃないです。そんな、なんでみんな喧嘩越しあ、なんだよ、お前乗らせてくれよって。なんでだ、うん。いや、だから、なんか、夜に乗るのがいいと。うん。は夜なんで、うんうん、昼間でいいじゃん、うんうん、ってなったんだけど、夜景をね、要は楽しんでほしいんだと。ああ、はいはい。その、USJ の夜景を見ながらの、うん、このハリウッドドリームザライドを乗ってほしいみたいな、はいはいはい。うん。で、乗ったんだよ、うん。で、乗って、あれってさ、なんか、曲が流れんだよね。うん。乗ってる間。うん。6曲ぐらいの中から選曲できて、ほう。で、なんかマイケル・ジャクソンのスリラーとか、うんうんうん、なんかそういう洋楽とか、はいはい、まあ邦楽もあんだけど、はい、乗ってて自分でセレクトできる。そうそうそう。はいはいはい、で、うん、自分の気分によってさ、変えれるみたいな。はいはいはい、うん。で、割とさ、なんかその、もうハリウッドだから、うんうん、やっぱ洋楽聞きたいじゃん。うんうん、で、乗って、俺らの番になって、福田さんと塚本は、ファレル・ウィリアムスのハッピー。うんをなんか選曲して、うんうん、俺迷ってたんだよ、うんうん、あーマイケル・ジャクソンもいいなみたいな、やっぱね、はい、ハリウッドだから、うん、ハリウッドってマイケル・ジャクソンもいいなーと思って、ね、どうしようかなと思ったら、うん、なんか横からピッてなんか押されて福田さんに、うんうん、急にね、うん、迷ってたんだよまだ、うん、迷ってたのにピッてこうやって押されて、一回決めたらもう一回決めたらダメなんだよ、一回決めたらもう戻れないんだよ、キャンセル効かないんだよ。で俺もうしょうがないから、しょうがないからっていうかね、大阪ラバーにされてさ、されてたから、いいんだよ。ドリームズカムトゥルーの大阪ラバー好きだよ。好きなんだけど。好きなんだけど。昔からそれあるよね、それ、うん。大阪ラバーあったわ、それ。俺洋楽がいいんだよ。俺、だから洋楽がいいんだけどさ、うん、なんかもう。大阪ラバー。まあ、大阪ラバーにされてさ、なんかキャンセルっぽいボタンみたいなのがあんだけどさ、全然聞かないんだよ。キャンセルじゃないんだろうね、多分。2回押したらキャンセルとかもないんだよ。決定2回押したらキャンセルとかもないんだよ。だからもうしょうがないから、みんなハッピーが二人さ、両隣が聞いてる仲よ、うん。俺がなんか何度ここへ来てたって、つって。うん、落ちてくんだよ。何度ここへ来てたって、って言いながら、ヒヤーつって落ちてくんだよ。合わないな。いや、合わないんだよ。ちょっと雰囲気には合わないな。ちょっと合わないよね。だから何周もした人だった、何回も乗ってる人だったらいいかもしれないけど、ね。いや、そうなんだよね、うん。ただ俺発見したんだけど、歌詞、うん、歌詞が、うん、ねえ USJ に新しいライドできたんだってっつって、え、そうなの、俺マジでビビったすご、え、そこだけめっちゃテンション上がった、ええすご、え、なんでなんだここへ来てたってで、ね、ガタ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 って、えーってなってんだけど、USJ に新しいライドって言いながら旋回してて、俺。え、そんな歌詞なあった？そうなの。覚えてないな。USJ 用の歌詞なの。え、すごいな、それは。俺もう、意図的に福田さんがやったってこと、それ。
USJ。 いいんじゃない、うなずいてるけど。うなずいてる。うなずいてるけど。俺が言ったらマジでって言ってたじゃん。乗り終わった後。いや、マジっすかって言ってたじゃん。うん、なあ、ハッピー聞いてる場合じゃねえんだよ。いや、マジでそうなのよ。うん、で、俺すぐ、歌詞ネット調べて、やっぱないんだよね。うん、だから、これすげえ発見なの。で、ちょっとテンション上がったんだけど、いや、そう。それで、その後、それで、USJ は、もうほぼ全部、乗り切った、うん。ファストパスも使って、全部乗り切って、で、梅田駅でね、梅田駅での地下で、俺3人で串カツ食って、串カツ食いながら、塚本が、いや、俺、今日一日、タバコ吸ってないっすわ、つって。それぐらい楽しかったんだよね。あいつヘビースモーカーなのに。そっか。喫煙所とかはあるんだっけ？喫煙所はあるよね。そうか、あるにもかかわらず。あるにもかかわらず、そう、夢中になって、ぐらい楽しかったんだよ。で、この前、コンビニ行って、レジに並んでたんだよ。うん。で、結構レジに並んでたから。これも最近の話。これ最近の話。で、レジ混んでたのね。うん。そう。レジ混んでたの。うん、うん。そう。で、レジ混んでたから。これは何の話？これ別の話、別の話。全く、始まったの？いや、もういいっしょ。いや、もういいっしょ。これ何なん？ USJ かかってるってこと？ああ、また別。いらないよ。USJ は一旦終わって。いらないって。いや、だから USJ のその話を先週したかったの。いや、まあそうだけど。それが先週までの話。で、今週話したいのは、俺、コンビニ行って。いや、いいよ。で、さっき石井さんがちょっと聞いてたじゃん。USJ の話、今日もありますって言ったら、うん、途中ねって、途中ってなこのことだったの、途中って何？じゃあ、まだ言えなかった。これ、もう来週話しよう。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、三四郎のオールナイトニッポン。三島内田修司です。小宮弘信です。はい、はい、リアクションメールでラジオネームノルウェーバック。はい、あれ先ほどトミーさんがツイッターを更新していたのですが、相田さんが DM でリツイートをするようにトミーさんを脅迫しているやり取りを晒していました。うわダサ。え、トミー余計なことすんな。本当に、え、本当にそれは脅迫はしたんですか。脅迫ってっていうか、DM は送って、リツレ、DM でリツイートを するように送りました。かな、うん。さっきだってすぐリツイートしてくれて、あっちがしてくれて、ありがたいねって言ってたじゃん。できるよねとか言って。そうだよね。それがなかったらトミーもやんなかったんじゃない？だから、そう気にしてくれてありがたいよみたいな。うん、あいつできるよなみたいなこと言ってたのに。え？裏で何 DM でリツイートしてよって言ったの。え？ちょっと待って。誰が？俺は？そう。え？と覚えてないな。いや、覚えてないな、じゃなくて、脅迫してる、やりとりさらしているってことは、だってもうそれも証拠としてあるわけだよね。俺やった？実際。どんな文面？どんな文面？いや、でももう、ちょっとわかんない。あるわけだから。うん。そうなの？いや、そうなのじゃなくて、やったんでしょ、だって。DM で、うん、俺が、トミーに、うん。送ってってこと？そう。DM を？そう。え、リツイートしてって？そうだよ。したっけな、俺。したよ、絶対。だってもう晒してんだもん。え、だってやりとり、ね、だって、普通に。怖って、何？何が？いや、俺した？いやいや、したって、いやいや、だから、いや、してるから晒されてんだよ。熱造じゃ、中山きんに君より嫌だな。ちょっと、中山きんに君みたいになってる。トミーによる熱造かもしれない、ね。熱造できないよ。だって普通に、やりとりを晒してるわけだから。いや、だって編集うまいじゃん。いやいや、編集とかじゃなくて。パソコンマニアでしょ。パソコンマニアって。パソコンマニアって。もう精通してるけど、ね。画像みたいなので、なあ。だからどういうような、ね、リツイートをしてるやりとりかっていうのもね。そんな嘘はつかないからね、トミーも。いや、それちょっとダサいよ、間、それは。リツイートしたのが、もしかしたら、なんだろうね。自分ながら恥ずかしいと思ってるのかもしれないね、トミーの中でね。ああ、だから、まあ、そう、捏造したっていう。でも、やりとりをだって、それしてる。だって、俺が、それ言ったって、
冷静に考えて。やばくない？だからやばいよ。だからやばいもん。やばいよ。全部、トータルでやばいよ。ちょっとマジで、通して。一個一個整理して、DM でよ、うん。俺がトミーにリツイートしろって送るわけよ。うん、自分がツイートして、うん、トミーからいただきました生ガキ、うん。で、それを DM でわざわざリツイートしてって言って、リツイートされた瞬間に、いや、めちゃめちゃこいつずっと気にかけててって言ったってことでしょ、うん、マジ、冷静に考えてやばいよ、それ。やばいよ、だから。あたおかですね。やばいです。ともしげ以下です。やばいです。でしょ、うん。じゃん。だって、いや、じゃん。そうだよ。だからやばい。やばいよね。うん、だって、まあ、だから、怖っ証拠があるわけだからね。だってやり怖っ、うん、いや、それは信じて。うん。さすがに。いや、信じて、いや、その、やりとりちょっと見たいよ、見たいよね、だって。怖うん。いえ、こんなことになるなんてちょっと、思いもしなかったわ。うん。これはやばいな。どっちがだから、俺はだからそんなことは、これ信じて。うん、まあだからちょっとそのやりとりを見て判断します、それは。トミー、これやばいよ。うん、トミーは、だってそうやって、その、何有名になった人トミーって。いや、そういう、売名行為とかじゃないです。売名。じゃないかな。いろいろ編集して。どっちかって言うと間の方だから、これ。売名でなんか変に乗っかろう、みたいな。うん。姑息ですよ、それ、本当に。須田くんから始まって。いやいや。うん、山県もそうだし。じゃあ、うん、編集のトミーと、ノー編集の間、どっちを信じるかって話を。うん、俺は編集できない。ノー編集なわけだから。ノー編集ね。ゆえに嘘をつけないわけよ。うん。編集のトミーは嘘をつけるわけよ。まあ編集、まあそうだな。編集を嘘って言ってる時点で。だってそれがもう分かってないわけだからね。編集は嘘っていうわけじゃないからね。この業界入ってたらやっぱ。編集は別に、うん。できるってことだからね。だってこの流れは完全に俺がね、やばいやつになってる流れだからね。いやもうそうだよ。うん。待って、整理しよう。だって、俺が生ガキをいただきましたって、何回URL つけて、つぶやいたんだよ。うん、で、トミーの話だと、それを DM で俺がトミーリツイートしろと。うん、送って DM を。うん、で、トミーが、それリツイートしました。で、それを俺が、いや、すぐ反応してくれた。やばい、あいつ気にかけてるよ。うん、まあ、聞いたよ、それも。だってことでしょ、うん、そうだよ。マジ冷静に考えてみんな。俺やばくない？いや、だから最高なんだよ、本当に。やばいよ。これじゃん。これだよ。イカレです。これです。イカレです。本当に。うん。これ今の瞬間もやばい。あれ見えてないし、本当に。これです。これですじゃない。頭トントンじゃない、指で。人差し指で。これですじゃないんだよ。これもんです。何のパートだったの？やばいです。このパートもやばいでしょ。ではここで一曲バウンディで東京フラッシュ。日本放送アナウンサーの吉田尚紀です。お聞きのオールナイトニッポンでは平日の毎日この時間に企業とオールナイトニッポンがタッグを組んで月替わりのコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポンを放送中で、今月はその特別編として企業ではなく今オールナイトニッポンをお聞きのあなたとコラボレートしてこんな企画をお送りしています。題してビデオ通話のさらなる可能性を探そう、もっと楽しめるオンライン〇〇。コロナの影響で各所でオンライン化が進んでいる中、まあ、君がビデオ通話を使って楽しんでいることを募集してきたこの企画なんですが、いよいよ今日が最終日。最後は20歳以上のあなたにビデオ通話を使った飲み会の方法をご紹介します。スーパードライでおなじみアサヒビールでは4月から5月にかけてオンライン飲み会イベントアサヒスーパードライバーチャルバーを開催してきました。で、あさって日曜5月31日の午後6時からその第4回が開催されます。で、今回は MC として
金曜日のオールナイトニッポンゼロパーソナリティ霜降り明星のお二人、そしてスペシャルゲストに白石麻衣さんが出演されます。豪華で、すでに第4回の応募は締め切りとなっているんですが、まあ、これまで3回もですね、応募から選ばれたおよそ1000人、すごい数ですよね。参加者こんな伊勢に入れるホールとか基本ないですからね。で、毎回豪華ゲストとビデオ通話ツールの機能をふんだんに取り入れた企画を実施し、大好評となっています。で、参加者からも、会えなくても近くに感じて楽しかった、もういろんな人と一緒に飲めて楽しいと、オンライン飲みの楽しさに気づいた声が多数上がってるんですね。で、これ、他のことにも全然応用できる感じ、本当しますよね。一気に盛り上がりを見せたオンライン飲み会なんですが、まあ、この後も新しい飲み文化として定着していくような気がします。まあ、スーパードライ片手に、ぜひ飲食店のテイクアウトやデリバリーで好きな料理やおつまみを用意して新しい飲み会を楽しんでいただきたいと思います。で、さらにアサヒビールのホームページ内では、オンライン飲み会でも盛り上がること間違いなし、オリジナル AR アプリ、アサヒスーパードライ AR チャレンジが楽しめます。こちらもぜひやってみてください。飲酒は20歳になってから、今日はビデオツアーを使ったアサヒビールのオンライン飲み会イベント、アサヒスーパードライバーチャルバーをご紹介しました。ということで、1ヶ月間にゅるっと出てきていたんですが、私、日本放送と、STB ラジオでお聞きの方は、オールナイトニッポンの始まる1時間前、月曜から木曜の夜12時からミューコミプラス担当してますんで、よかったらそちら聞いてください。5月のコラボレート日本、お相手は日本放送吉田尚紀でした。三四郎のオールナイトニッポン。三四郎の吉田です。小宮博信です。はい、ちょっと今見たけれども、そのやりとり、さらして、はいはいはい、うん、トミーのねツイート、ね、がっつりあったけどね、間修士あったな、そうリツイートしてって、いやだから怖いよね。そしたらそのトミーが、あ、わかりました、すいません、やっときますみたいな、うん、そのやり取りがもうがっつりもう証拠として残ってるけれども、もうそういうことじゃん、うん、ってなるじゃん、うん、だから怖いんだよ。は、どういうだから怖いんだよ。いやでも本当に証拠があるわけだから、うん、いやだからそうなってんのが怖いんだよ。いやと、もう、リアクションメールですね。ラジオネーム、餃子泥棒。うん、相田さん、小宮さん、この DM の画像は証拠としては成り立ちません。うん、別のアカウント作って、相田さんのアイコンを真似れば、偽相田さんの、アカウントを作ることができます。はいはいはい、それで一人でやり取りをすれば、捏造 DM を作り上げることができます。トミーが怖すぎて震えが止まります。こんなやついたんかい。いやいや、そう、まだ信じてないやついる。そう。うん。マジそうなのよ。うん。いや、そうじゃないと思うけどな。これ、これを、の可能性も、含まないで、こう、もう疑われてるわけじゃん。うん。だから怖いよね。それがね。あ、まあね。いや、だから、こうなるんだよ。トミーがしたってことじゃあ、トミーがね。作り上げたってこと、トミーがね。いやいや、必要がないもんね、でも。いや、これは怖いよ。だから、うん。そうだな、そういう風に、してやっぱそののし上がってった、のし上がってた人なのかな。いや、アタリア的な感じでのし上がっていってはないよ。だから今に始まったことじゃないんじゃない。最近何もここ全くしてないよ。ここ1年ぐらいなんじゃない。最初はそんなことしなかったんだと思うんだけど、いやいや、うん、やっぱね、なんかそのライバルがどんどん出てくるわけじゃん。真逆です。そのヒカルとかね、ラファエル、うん、寿司ラーメンリクとかね、うん、出てきた中で、これもうやばいと、これもう自分の立場がこう脅かされると思って、こうでちょっと編集をして、うん、で編集でそのちょっと嘘でこう塗り固めてね、でのし上がんないと、だって430万だよチャンネル登録者数。いっぱいいるじゃん、めちゃくちゃいるじゃん、めちゃくちゃいるじゃん。いや、だから、こういうこと知って、のし上がんないと、だからもう、持たない世界なんだよ。だから、最初は、しなかったけど、これをしないと、もう自分なんか潰れちゃう。って思ったから、ここ1年ぐらいで、これを多分やってったんだと思うんだよね。あなたがね。あなたが逆にやってんだよね。それ、のし上がるためにって。もしかしたらね。いやいや、トミーが、ね、あなたがね。いや、だから、これ、やばい、カンタ知らないパターンあるぞ。カンタ？カンタは、
あの、本当に、いいやつだから、うん、で、こんなこと、多分、これを知ったら、多分、あの、なんていうの、反対すると思うんだよ。トミーにね。うん、いや、そんなこと、トミーやっちゃダメだって、なるんだよ。やってた。だから、やってた。トミーが、うん、多分、トミーのところで止めてんだと思う。カンタには、これ多分、カンタ知らないよ、多分。いやいや、知らない可能性はある。知らないと思うんだよな。うん。それはだってかな、まあ、やってないからね、これ。あいつ気づいてないんじゃねえかな。気づかないよ。大丈夫か、カンタ。やってないし。カンタがだからそう、反対するから、これ、だからトミーの中で、トミーが自分の中でずっとやってんじゃない？これみんなちょっと本当に、カンタは、あの、知らないし、何もしてないから、カンタは悪くない。やばいよ。やばいよ。カンタはマジで悪くないから。後戻りできないんだな。来るところまで来たんだな。単独犯です、これは。単独犯。多分全部トミーがこう背負ってやってる。いや、まあまあまあ、いや、してないんで。カンタにも言わないで。うん、大丈夫です。うん。ゆえの結果ですよ。だからプレッシャーからかな。プレッシャーからとかじゃない。ちょっと手を出しちゃいましたね。うん、で、うん、元に戻れなくなってるからね。だから、かわいそうなところもあります。うん、自分のことだね。自分がかわいそうなんだね。ただ、うん、責めないであげてほしい。うん、そうです、ね。それは、うん、カンタは知らないし、うん、カンタは特に責めないでほしいな。いやいや。うん、それはかわいそうだ。もうダメ。トミーにだからチャンスあげたいね。チャンス？だ自分挽回の。自分、間でしょ？挽回のチャンスをあげてほしいな。自分にチャンスあげたいってことでしょ？いや、じゃないとこう、元にもう戻れなくなるよ、これ、本当に。この先もうずーっとそうだよ。うん、マナーのトリプル A に戻れなくなるよ。いや、マナーのトリプル A。マナーのトリプル A。マナーのトリプル A だったらいいけど。まあもう B とかになってもう C なの。もう C なんだね。一生戻れないよ。うん。一回。一回。もう手出る。悪いことしちゃったら。もう手出る。もう手出るよ、これ。トミーに。トミー、なんで手出る？トミーに手出る。めちゃくちゃだよ。それこそ戻れなくなるわ。黒髪で、黒縁眼鏡で謝るしかなくなるからね。いいよ、トミー。黒髪に。本当に黒、金髪だからね、今。いや、そうだよね。メガネもしてね。シューズマンチャンネル。うん、まあまあ、うん。一回ちょっと、一回話そう。え？一回ちょっと話したい、トミーにね。うん。うん、ちょっと一回トミーと話したいよ。まあそうだな、話してこれは、話した方がいいな。そうそうそう。当人同士ね。うん、ちゃんと。これちょっと、周り巻き込まなくて。うん、確かに。まぁ、ちょっと、冷静に。うん。コーナー行きます。一回バチボコ行こうか。バチボコ行く？行けないよ。何だったんだよ、もうちょっと。行けるかなと思ってたけど、ダラ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 。行けなかったじゃん。三四郎のオールナイトニッポン。この番組は種の滝、サミー、ブルボン、エイブル以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。三四郎のオールナイトニッポン、あっという間ですが、そうそう別れの時間です。はい。うん、いや俺はね、トミーの話はもう別にしたくなかったのよ。どうでもよかったんだけど。そうなんだって。いや、そうそうそう、言ってたからね。いや、俺はコンビニのその本のコーナーになんか DVD のコーナーみたいなのがあって、その面白いアバターオブマーズっていう DVD を見たっていう話をしたかった。DVD いいよ別に。極めて、その話だったの。極めてアバターに近いアバターオブマーズっていう。いや、それ知らないけど。いやいや、知らないし。じゃあ、USJ のやつもいられなかったんじゃない？もうちょっと短く。途中にありますじゃない？いや、それは先週話せなかったから、どうしても話したかったからね、うん、それは。いや、まあそうだけれども。俺はもう青くないアバターのさ、アバターオブマーズ。青くないアバターなんていうの。理由が青くない、うん、アバター。アバターオブマーズっていうのの話をしたかったんだよ、俺は。まあでもね、カキね、もらって、まあちょっとね、揉めてるわけだから ね。長くなっちゃったんだけどさ。長くっていうか。いや、そうなんだよな、面白かったのにな。さらされちゃってるわけだからさ、ちょっと。
そっちが捏造っすよね。捏造ってやばいんだよあんたが。行かれてんだよもう本当に。そんなやつがなんで提供読みしてんだよやばいんだよ。怖いよ。いや怖いよじゃないんだよ。それこそ本当に怒られるぞ、いろんな人から。怒られるのはトミーでしょ。いやいや、トミー的にはだって晒すって、晒すってとんでもないよ。まあまあね、だから晒すってダサいよ。晒すってダサいよっていうか別に晒すのはもうちょっと何それは何も送ったってことを言いたいんですか。送ってはないだ。じゃあ編集ってことね。編集だ。そもそもそう晒すってダサいよ。晒さないでってことですよ、うん、そんなことじゃないけど。いやそれそう、うん、そも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 の話よ。いやいや、これはもうどこに謝るかどうかわからないけれども、その黒縁で黒髪ですもう。それで謝んなきゃいけない結局そうなるよ。あっちがその気ならこっちも晒そうかな。お、何がトミーの、なんかあんの、トミーのチンチンの写真。なんだそれ、どういうトミーのチンチンの写真施設晒そうかいいんですか。いや、ね、一番怖いのが、前も言ったけど会ったこともない会ったこともない人ってそんなよく喧嘩できるよ。だからもうチンチンの画像もないでしょ。いや、トミーが送ってきたから。え、トミーが送ってきた、うん、いいよ、俺別に、いや、俺別にいいよ。だからそのスクショして、スクショして晒してもいいんだよ俺も。え、そっちがその気ならね。トミチンなんだ、あんのトミチンなんだ。いや、トミチンランドを開演させてもいいですよ。まだ樋口は女性なんですけど、なんで週次番に送るのトミーは。それおかしくない。だって自慢よ、自慢。自慢、ああ大きいんですね。そう自慢、うん、そう。いや自慢じゃ、これ、うん、これもう本当にもう、いやいや、そっちがその気なら、もういいんだ、もうこっちが出ますよ、うん、いいんだなトミー。え、いいでしょ、さらすからな、トミチンランド、うん、トミチンランド謝るなら DM でどうぞ謝ってきてくださいじゃないと俺は本当にさらします。これはもう最終です、最終宣告です。これはこれ以上の場合、私は晒します、あなたのおちんちん。いや、おちん、これ家帰ってどういう顔してるんだろう。これのお相手は最初の間でしょ。今夜は昼のフレした。また来週、プレミアムゲラヘー。